プラトンのパルマケイア、コラホス、法を殴打すること、平手打ち、コラフト、コラ、切り傷を入れること、特に鳥についているとき、ついばむこと、そこからくちばしでついて切り刻みながら中を開けること、類比的に馬がひずめで地面を叩くことを言う。2、切り込みを入れること、掘ること、ポプラ、あるいは樹皮、ポプラあるいは樹皮に書き込むこと。五根コラフ。五根グラフ。あがつ、ひっかく。一個のテクストがテキストであるのは、最初に見たとき、それが最初にやってくる誰に対しても、その構成の法とゲームの規則とを隠している限りにおいてである。そもそもテクストとは常に知覚不可能にとどまるものである。その法と規則は接近不可能の秘密の中に囲われているというわけではなく、ただ単に、現在、現全体においては、知覚と厳密に名付けることができるような何者にも、決して自らを委ねることがないというだけのことである。もしそのように委ねることになれば、常にそして本質上自らを決定的に失ってしまうことになるだろう。そのような消滅もありえないことではないだろう。いずれにせよ、テキストの折り目組織が隠蔽されているために、その布地をほどくのに何世紀もかかるということもあるだろう。布地を包み込む布地、ほどくのにかかる幾世紀。ほどく作業はまた布地を組織体として再構成する。切断力を持つ痕跡の背後で、一つ一つ読解の祭壇の背後で、布地自身の折り地が際限なく再生される。批評はテキストの戯れに熟達した主人としてそれを討議し、それと同時にテキストの全ての意図を監視できると思い込んでいる。しかしそうした批評の解剖学と生理学には常に驚きが取っておかれる。批評はまたテキストに触れることなく、対象に手をつけることなく、そこに何か新しい意図を付け加えるという危険を犯すことなく、指を挟まれるという危険はあるが、それはゲームに加わる唯一のチャンスである。テキストをちょっと見守りたいという欲望を抱くことによって思い違いをしている。この場合、付け加えるとは読むべきものを与えるということと別のことではない。こうしたことを思考するように手はずを整えなければならない。とはいえ、それは刺繍を施すということではない。刺繍を施す術を知っているということは、やはり所有の意図。私たちに従ってもらえるならば、隠された意図と言い換えられる。をたどるのに長けているということだと、そう考えるのであれば別だが。本日安易にそう考えられているように、読むこと、レクチュールと、書くこと、エクルチュールにある一体性があるとしても、すなわち読むことは書くことであるとしても、この一体性は際のなくなった混同でもなければ、一切の休息の同一性でもない。読むことを書くことに連結するこのであるは、縫い目をほどく激しい戦いを引き起こさなければならない。したがってただ一つの、しかし二重になった虚釈によって、読みかつ書く必要があるだろう。もしかすると人は尾ひれを付け加えることを、言い換えれば何でも付け加えることを突然許されたかのように感じるかもしれないが、そんな人はゲームのことを何も理解していない。その人は何も付け加えないだろうし、裁縫は長続きしないだろう。また逆に方法論的慎重さ、客観性の規範、知の防護策によって自分の持ち分を投入することを控える人は、読んでいるとさえ言えないだろう。不真面目も真面目と同じように愚かであり、同じように不毛だ。読むことあるいは書くことという代法は厳格な定めでなければならないけれども、それはゲームの必然性によって定められたものであるのだ。この場合、ゲームとは一種の記号であるが、この記号に対してはそれが持つ全ての権力のシステムを認め与える必要があるのだ。1、ほんのわずかのことを除けば、我々は自分が言わんと欲していた全てのことをすでに言ってしまった。いずれにせよ、我々の語彙系はほとんど突き当てている。何がしかの代法を別にすれば、我々の問いが名付けなくてはならないのは、テキストの折り目組織、テクスチュール、読むことと書くこと、制御とゲーム、また代法性の逆説、聖者と死者の初期的グラフィック関係、こうしたもののみである。しかもそれらをテクスト的なものにおいて、繊維的なものにおいて、組織学的なものにおいて、印づけるしかないのだ。我々はこうしたオリジ、ティッシュの境界内に身をはべらそう。イストスの隠喩と隠喩のイストスに関する問いとのこの両者の間に、我々はすでに全てを言ってしまったのだから、我々がもう少し続けるとしたら、人は耐えなくてはならないだろう。我々がゲームの力によって我々を拡張するとしたら、つまり我々が少しだけ書くとしたら、それもプラトンについて、パイドロスの中ですでに次のように言っていたプラトンについて、すなわちエクルチュールは、自らを反復することしかできない。
エクルチュールは常に同じものを記号する。そしてエクルチュールはターム戯ゲームであると。1. パルマケア。始め直そう。つまり、いずれにせよ、テキストの折り目組織が隠蔽されているために、その布地をほどくのに、何世紀もかかるということもあるだろう。我々が提出したいと思うその例は、プラトンについて言えばポルティコスではない。おそらくそこに出てくる職工の判例のために、そしてとりわけその直前にあるあの判例の判例、すなわちエクルチュールのために。人はまずポルティコスのことを思い浮かべたと思うけれども、ポルティコスには長いウロの後で立ち戻ることにする。ここでパイドロスから出発する。我々はパイドロスについて話そうと思うが、この対話編は構成が良くないという評判を払拭するのに、2500年近くを要した。プラトンは上手にことをなすには見事な品を構築するには、まだあまりに若かったのだと、まず人は思った。ディオゲネス・ラウレティオスは、パイドロスがプラトンの初めての城であり、幾分青臭さを持っているという評判を報告している。シュラエルマッハはこの言い伝えをつまらぬ論拠によって裏付けることができると思っている。年老いた書き手だったらプラトンがパイドロスでしたように文字を断罪しなかっただろう。というのだ。この論拠はただ単にそれ自体として疑わしいだけではない。それはライルテレスの言い伝えをまた別の言い伝えによって侵入するものである。実際、プラトンが書き手の活動を単純に断罪しているという噂を流布させたのは、よく物事を見ないソヤナの読みだけである。ここでは何一つ一枚岩ではなく、パイドロスはそのエクルチュールにおいて、書くことイコール文字、エクルチュールを最良の最も高貴なゲームとして救おうとする。これは見失うことでもあるのだが、ゲームを展開しているのだ。プラトンがこのように我が物にする見事なゲームについては、本論の先のところでそれがどのように正規し決着するかを追跡しなければならないだろう。ディオゲネス・ラウルテオスの伝統は1905年にひっくり返されたが、それはパイドロスの構成が良いということを認めるに至るためではなく、その構成の欠点を今度は著者が年老いたがゆえの無能さに帰するためだった。パイドロスの構成は悪い。この欠点はソクラテスがそこで芸術作品を生き物と定義しているだけにますます驚くべきものであるが、しっかり考えられたものを実現することができないということはまさに年老いた証拠である。我々はもはやこんなところに留まってはいない。もちろん我々の仮説は厳密な確実な精緻な形式によってさらに豊かになっている。その仮説はいくつかの新しい調和点を張って発見し、それらを緻密な対法において、次第や名や単語のさらに秘められた組織化において見破る。その仮説は諸々の論拠を我慢強く絡み合わせるあるスモップローク、編み合わせ、結合の全体を解きほぐす。堂々とした証明がしなやかにアイロニーと慎みを持って、この仮説の中で主張されては消滅していく。とりわけ、そしてこれは我々の補足的な意図となるが、周知のように、エクリチュールの起源、歴史、過去に裂かれた最後の部分全体、すなわちエクリチュール裁判のあの予審全体は、追加された神話的気まぐれとして、それがなくても対話編の機構が損傷を受けることなく済んだような付録として現れることを、いつの日かやめなければならないだろう。実はその予審はパイドロスの始めから終わりまで厳格に要求されているのである。そこには常にアイロニーが伴っている。しかしアイロニーはここでどのような事情にあり、またその主要な企業は何であるのか。対話編は厳密に言って独創的であるプロトン的神話、すなわちパイドロスにおけるセミの偶話、そして同対話編におけるテウト神の偶話を含んでいるだけである。ところで対話の冒頭のソクラテスの最初の言葉は、諸々の神話層を散歩に送り出すためのものだった。それは神話層を絶対的に忌避するためではなく、神話層を散歩に送り出すことによって、神話層にその矢を与えることによって、自然学の合理主義者たちの重たく気まじめな素朴さから神話層を解放し、それと同時に自己自身が自己関係において、自己知において神話層を脱ぎ捨てるためでもあった。神話を散歩に送り出すこと。神話には別れの挨拶をすること。神話を馬鹿に出すこと。神話に暇を出すこと。カウアイやレイン、これらすべてを同時に意味する単語のこうした立派な決断は、あのプラトンの2つの神話、セミの偶話とテウト神の偶話、すなわち厳密に言って独創的である神話を迎え入れるために2度中断されることになるだろう。ところでこの2つの神話はどちらも書かれたものについての問いが開かれるときに登場する。なるほど、セミの物語の方はさほど明瞭というわけではない。未だかつてこのことを取り上げた人がいただろうか。しかしさほど不確かというわけでもない。二つの神話は同じ問いの後に登場し、ほんの短い間、ちょうど迂回の時間によってしか切り離されていない。確かに最初の神話は問いに答えずに、むしろ問いを宙づりにしている。
それは休憩の表記となっており、我々は2つの目の神話へと至る再開を待つ。読んでみよう。実際に対話の極めて正確に計算された真ん中で、行数を数えることもできる。弁論大作、ロゴグラフィー、ロゴス初期表とはどのようなものであるかが問われる。257C、パイドロスはこう指摘する。最も有力で最も尊敬される市民たち、最も自由な人間たちは言説を書くことに、そして自らの背後に書き物を残すことに恥ずかしさを覚えるものだと。そうした人々は後世による判断を心配しており、ソフィストとみなされることを恐れる。厳密な意味での弁論大作にロゴグラフ、ロゴス職者とは、訴訟人のために自分自身が発話するわけではない言説、自分がこう言っておければ生身で立ち会うのではない言説、そして自分が不在の時にその効果を発揮する言説を起草するものであった。書かれた言説の作者は自分が現には言わず、また本当だったら決して言わないだろうような、そしておそらくは考えることすらないようなことを書くことによって、すでにソフィスト、すなわち非厳然の非真理の人間の陣営に組みしているのである。したがってすでにレクリチュールは舞台に挙げられているのだ。書かれたものと真なるものの両立不可能性はいかに人間が快楽によって自己自身の外に置かれてしまうか、歌の熱楽の中で自己自身に不在となり、自分を忘却し死んでしまうかについて、ソクラテスが語り始める瞬間にはっきりと告知される。しかし結論は延期されている。ソクラテスの態度は未だ中立的である。書くことはそれ自体としては恥ずべき品のないおぞましい活動ではない。人が名誉を失うのはただ不名誉な仕方で書く場合だけである。だが不名誉な仕方で書くとはどういうことか。またパイドロスもこう問うている。見事な仕方で書くとはどういうことか。この問いは、対話を分割する中心的な葉脈、大いなる折り目を描く。この問いと最後の箇所で、この問いの言葉を反復する答え。書くことは作法にかなったことなのか、それとも無作法なことなのか。書くことがなされてもよいのはどのような条件においてなのか。書くことが救いとなるのはどのような条件においてなのか。これこそが我々に残された問いだということ。これは本当ではないかね。との間のつながりの歌は、セミの偶話を通して、また、魂の誘導法、不思議事や習字学や、問答法イコール弁証法、ディアレクティックといった主題を通して、表立っているとは言えないが、健康なままである。さて、ソクラテスは神話を散歩に送り出すことから始まる。そして、エクリチュールの前で二度立ち止まり、彼は二つの神話を発明するのであるが、それは後で見るように完全な仕方においてではなく、彼の仕事において、かつてないほど自由に、自然発生的な仕方においてである。ところで、カイネインは、パイドロスの冒頭で真理の内において場を持つ、起こる。神話がエクリチュールの契機とエクリチュールの名においてバカンスから戻ってくるという事実をよく考えてほしい。カワイ・レインは、真理の名において場を持つ、すなわち真理の認識という名において、さらに正確に言えば、自己認識という真理の名において、これこそがソクレタスが説明していることである。しかし自己知のこの名法は、自己への厳然の透明な直接性の中でまず感じられたり支持されているわけではない。それは知覚されていない。単に解釈され読まれ解読されているだけである。ある解釈学が直感を指定する、記号付ける。信託以外の何者でもないある碑文、アンスクリプション、書き込み、すなわち、デルフォイの悲鳴が、その沈黙した暗号を介して指示を下すのであり、自己死と自己診断を人が命令を通達するように意味、記号、神秘するのである。この自己死と自己診断は、トクラテスが神話の解釈学的冒険、これもまたソフィストたちに着せられている、に対峙することができると信じている等のものである。また、カイアイ・レーンは、真理の名において場を持つ、対話のトポスはどうでもよいものではない。主題、習字学における意味での場は、その都度意味をなす、立地の中に密接に記載され、立地の中で理解されているのであって、主題は上演されているのである。そしてこの演劇的地理の中で場の統一性は無謬の計算や必然性に従う。例えば、対話全体にのしかかっている厚さが、この二人の友人を街の外に、田舎に、イーリッソス川のほとりに導かなかったら、セミの偶話は場を持たなかっただろうし、語られなかっただろうし、ソクラテスもそれを語るようにそそのかされなかっただろう。セミ族の系譜学を語るに先立ってソクラテスは、セミたちの合唱にこだまする夏の明晰なメロディーと言っていた。しかし、それは対話の空間が要求する対方効果の唯一のものではない。カウアイレインと自己死への折り返しにきっかけを与える神話自体、この散歩の始めからの一歩からつとに、イーリストス川の光景においてしか生じない。
バイドロスが尋ねるように伝統のいうところを信じるのなら、オレアスがオーレーティウアをさらったのはこの場所ではなかったか。この水辺の澄み切った純朴さは、この川岸は若い乙女たちを歓迎し、魔法のように彼女たちを魅了し、遊戯へと誘ったはずだ。そこでソクラテスはからかい半分、ソフィホイ、知恵者たちの合理主義的、自然学主義的な流儀を真似て、この神話の弦楽的な説明を提出する。ボレオスの風、北風がオーレトゥイアを押して奈落へと隣接する岩の下に転げ落としたのは、彼女がパルマケアと戯れていた、その時だったのだ。と、そして彼女の死の状況そのものから、ボレアスによる誘拐という神話が生まれたのだ。ファイドルス、この手の説明はそれなりに楽しいとは思うよ。けれども、それにはあまりの多くの才能が、労力が必要であって、そんなことをしても少しも幸せではないよ。ファイドルスの冒頭におけるこのパルマケアへの短い言及は偶然だろうか。それは前菜オードブル、作品外だろうか。ロマンの中期によれば、イーリストス川のほとりのおそらくは治療のための一つの泉が、パルマケアに献じられていたという。いずれにせよ、次のことを頭に入れておこう。すなわち、パルマケアと戯れることによって、奈落へと転げ落ちて死に襲われたこの乙女、処女の場面を、ある一つの小さな染みが、言い換えれば一つの網目、あざ、斑点が、この対話全体にとっての楽の背景のように記し付けていると。また、パルマケアは、薬物、すなわち治療薬かつ、あるいは毒薬の処方を意味する普通名詞でもある。毒殺はパルマケアの非日常的な意味ではなかった。アンティポンは、ママ母毒殺の告発という大作弁論、ロゴグラムを我々に残している。パルマケイア、イコールパルマケイアは、その戯れによって、諸度的純粋さと手つかずの内部を死へと連れ去ったのである。その次先のところでソクラテスは、パイドロスが携えてきた書かれたテキストを、一種の薬物に例える。治療薬であると同時に毒物であるこのパルマコン、この医薬、この媚薬は、その両義性全体をもって、この言説の本体の中に常に忍び込んでいる。この魔力、魅惑する力、呪縛する力は、カールガール、あるいは同時に、有益でも無害、有害でもあり得る。もっと先のところで我々はパルマコンを、反物質、アンチサブスタンス、反実体として認識するに至らざるを得ないのであるが、もしそうしないで済むのであれば、パルマコンとは不可解な効力を持つ、その素材、質量の点から見て、隠された深さを持つ一種の物質。この単語が用いるあらゆる暗示的意味を込めてであり、その両義性は分析を拒み、すでにして錬金術の空間を準備していると言えよう。すなわちそれは一切の哲学層に抵抗するものであり、非同一性、非本質、非実体として、哲学層を不定の仕方で際限なく消化し、またそのことによって哲学層に、その資産とその基盤の不在との間の尽きることのない敵対関係を提供するのである。パルマコンは誘惑によって作用し、一般的な法と道、それが自然なものであれ、慣習的なものであれ、の外へと連れ出す。ここではソクラテスが彼固有の場といつもの道のりから連れ出される。いつもならソクラテスは町の内部に常に留まっていた。エクリチールの紙束は一種のパルマコンとして作用し、それはかつてと決して都市から出ようとしなかった人間。たとえ最後の瞬間に毒人参から逃れるためであっても、都市から出ようとはしなかった人間を、都市の外へと押しやる、あるいは誘い出すのである。エクリチールの紙束はソクラテスを自己の外へ連れ出し、本来的な意味で漆黒、エグゾート、道の外であるような道へ彼を引っ張っていく。パイドロス、あなたは案内人に連れ去られた異邦人のようで、土地の人間のようには見えませんね。実際にはあなたは都市を離れたことがなく、国境線を越えて旅行することも、また私が思うにそもそも城壁の外に出ることもない。ソクラテス、よき友よ、私に寛大にしてほしい。君も知っての通り、私は学ぶことを愛する人間なのだ。ところが田畑や木々は私に何も教えてくれようとはしない。都市の人間たちは何かを教えてくれる。とはいえ、どうやら君は私を外へ連れ出す薬物を発見したようだね。家畜を誘導するとき、人は家畜たちが空腹のときに、歯のついた枝やら果物やらを彼らの鼻先で振ってみせるではないか。君は同じことを私にしているのだよ。書物の中の話を私の目の前に差し出せば、君はアッテカ全土はおろか、その他のどこへでも、君の思いのままのところに私を引き回すことができるだろう。何はともあれ、今やここまでやってきたのだから、私は全身を伸ばして横になることにするよ。君の方は読むのに一番楽だと思う姿勢になって読んでくれたまえ。まさにこの瞬間に、すなわちついにソクラテスが長々と全身を横たえ、ファイドロスがテクスト、パルマコンをと言ってもよい。扱うのに一番楽な姿勢をとった、まさにその時に対話が開始されるのである。
冒頭で発せられた言説、ルシアスあるいはパイドルその人自身によって発せられた言説、ソクラテスが現に居合わせる前で厳然的に発せられた言説であったならば、同じ効果は生じなかっただろう。書物の中の言葉、すなわち延期され、散延され、保留され、包まれ、巻物にされた言葉は、健康な客体という姿で、またそうした客体の暗号のもとで、人に期待を抱かせて持たせるのであり、ある道のりの時間の合間において欲望されるがままになる。そのようにして、ただ、ログエンビブリオスのみが、散延された言葉のみが、隠された文字のみが、ソクラテスを誤らせることができるのである。言葉が純粋に厳然的であり、ベールを剥がされ、丸裸にさせ、され、よそ者的な納期、ヘトランジェシニフィアンの迂回もなく、真理において生身で差し出されうるとしたら、すなわち極限的に言えば、再現されていないロゴスが可能であるとしたら、それは誘惑しかないだろう。そのようなロゴスはソクラテスをパラマコンの効力にやられたかのように、彼のいつもの道から外に連れ出すことはないだろう。先取りしていよう、すでにしてエキルチュールがパラマコンが道の踏み外しがあるのだ。すでに気づいたことと思うが、我々が使用しているプラトンの翻訳は、ギオーム・ビゼ版のものであり、それは定着した権威ある翻訳である。パイドルスはレオン・ロバンの翻訳である。我々は今後もこの版を扱うことにするが、ただし都合が良いと思われたり、我々の意図から見て適切だと思われる場合には、ギリシャ語のテキストをカッコ付きで挿入する。例えば、パルマコンという単語がそうである。パルマコンという単語は、歪曲によって、不確定あるいは重層欠点によって、とはいえ意味の取り違いではない。同じ単語を治療薬、毒薬、薬、媚薬等々と翻訳することを可能にした。そうして調節されたつあげ性を持っている。こうしたつあげ性をギリシャ語をカッコ付きで挿入した方がよりよく浮かび上がってくるだろうと、そう我々は期待する。さらにまたこの概念の仮想的な統一性が、あるいはむしろその規則性が、そしてこの概念とその納期、シニフィアンに結びつけている奇妙な論理が、いかにバラバラにされ、仮面で覆い隠され、摩滅させられ、相対的な読解不可能性に侵されてきたかも目の当たりにできるだろう。この読解不可能性は確かに翻訳者たちの軽率性や経験主義のせいもあるが、しかしそれはまず第一に翻訳の恐るべき還元不可能な困難さのせいである。それは原理的な困難であって、この困難の原因はある言語から別の言語への移行や、哲学の言語から別の言語への移行にあるというよりも、後で見るように、すでにギリシャ語からギリシャ語への伝承、トランディションに、そして非哲学層から哲学層への暴力的な伝承にある。この翻訳という難問によって、我々はもうさしく哲学への移行という難問に関わることになるだろう。ソクラテスを彼の留保、備蓄、保護地域から、そして彼がその場所で学び、教え、語り、対話することを愛する空間、都市という保護された囲いの内部から外へと連れ出すビブリア、書物は、書くことにかけては当代筆記の達人が書いたテクストを含んでいる。それはルシアスのことである。パイドルスはそのテクストを、言うなればパルマコンをマントの下に隠し持って、彼は暗記していないのでテキストが必要なのである。この点は話の続きによっとって必要である。重要である。エクリチュールの問題は心によって知る、暗記しているという問題に結びつけられることになるからである。ソクラテスが長々と横になり、パイドロスにもっと楽な姿勢を取るようにと促すよりも前に、パイドロスはテキストの助けを借りずに、ユシアスの論証を、議論を、言説の目論みを、つまり考えを削減しようってみようと、提案していた。その時ソクラテスがパイドルスを止める。だがまず最初に親友よ、君は左手でマントの下に隠し持っているものを私に見せてくれてからのことだね。君がそこに持っているのは言説の現物そのものだと睨んだのだから。パルマケイヤが召喚され神話に暇が出されたのはこうした妖精と朗読が始まるまでの間、すなわちパルマ君がパイドルスのマントの下をうろうろしている間だったのである。エグリチュールはパルマコンであるということが、テウトの神話の中心にはっきりと述べられる以前のところで、すでにビブリアとパルマコンの複数形とが、どちらかといえば悪意ある、あるいは疑い深い意図のもとで、またしても結びつけられる。これは偶然なのだろうか。それとも調和の取れたことなんだろうか。実際、学問に基づいた真の医学に経験的な実践、暗記した処方による施術、書物から得た知識、薬の盲目的使用などが出し抜けに対しされている。これらはすべてマニア、狂気に属することだと言われる。彼らならこう言うだろう。この男は狂っていると。書物の中のどこかで聞きかじったが、たまたま何らかの薬を見つけたかしたら、その術について何一つ理解していないくせに、もうすっかり医者になったつもりでいる。ここでのエクリチュールとパルマコンの結合はまだ外的なものに思われる。それを結びつけるのは人為的で全く偶然だと考える向きもあるだろう。しかし意図と誤調は全く同じである。すなわち同じ一つの容疑の同じ振る舞いによって、
書物と薬物、エクルチュールと不可思議で曖昧な効能、経験主義と偶然に委ねられ、必然性の諸法則にのっとってではなく、魔術の手段にのっとって作用するような効用は、一括りに課されるのである。書物、ビブリアの中に閉じ込められて死んだ硬直した血、蓄積された歴史、専門用語の目録、丸暗記された処方箋が決まった儀式、こういったものはすべて、パルマコンが医学と無縁であるのと同じく、生きた血や問答法に無縁である。また神話が地に無縁であるように、プラトンはといえば、彼は神話を機会に応じて、神話の資源、学的あるいは故事、学的な効力において、操る術に長けていたのであるから、この最後の対立、神話と地の対立の巨大さと難点が伺い知れるというものである。この難点は、エクリチュールはパルマコンであるという真理、起源にまつわる真理それ自体が、まずある一つの神話に委ねられるという点に刻み込まれている。これは数多くの例の中の一つであるが、我々はここではもっぱらこの例について考えることにする。その神話とはテオトの神話である。今やこの神話を考察してみよう。実際、対話のこの地点までは、パルマコンと初期祖、グラフィウムは、とは、いわば遠くから互いに合図を送り合い、間接的に互いへと送り返し合っており、さらながらそれが偶然であるかのように、同一線上において一緒に姿を見せたり消したりしていた。そしてその理由もまだはっきりせず、その効能もあまり目立つものではないし、いずれにしろ意図的なものではなかったかもしれない。しかしこの疑念を一掃するために、また意図的、非意図的というカテゴリーが、6ヶ月作業において、いくばっかの絶対的な妥当性を未だに持っていると仮定するとして、こんなことを我々は一瞬たりとも信じないし、少なくとも我々が今そこを前進しているテクスト的水準においては信じられない。それでは対話の最終局面、すなわちテウトが舞台に登場する場面に至ったらどうなるか見てみよう。今度は隠れた媒介も秘めた論証もなしに、担当直人にエクリチュールは一種のパルマコンとして提出され、紹介され、宣言されている。ある見方からすれば、この断片箇所は一個のホイとして、余計な付け足しとし、逮捕として切り離されてよかったとも考えられる。それ以前の段階にこの部分を呼び招くものがすでにあったにせよ、プラトンがこの部分をいささか余興、前菜オードブル、あるいはむしろ一種のデザートのようなものとして提供していることは事実である。この逮捕、すなわちエクリチュール、お望みならばパルマコンと言ってもよいが持ち出されるとき、対話のすべての主で、すなわちテーマの対話者たちも突き当てているように見える。このようにして話すことにおける技術 R とは、また技術がないとはどのようなことであるかについては、これで十分に論議が尽くされた。2-4b。しかしながらエクリチュールの問いが設立され、組織化されるのは、まさにこの全般的な組み尽くし、疲労困憊の瞬間においてである。しかも先の箇所で、恥ずべきという単語、あるいはその副詞が予告していたように、エクリチュール問題はまさしくその道徳問題として開始されている。エクリチュール問題の核心はまさに道徳性であって、それも善悪や良し悪しの対立という意味ばかりでなく、領俗、すなわち公共道徳や社会的作法という意味における道徳性なのである。して良いこととしてはいけないことを知ることが重要なのだ。こうした道徳への懸念は、信念や記憶や問答法といった問題といささかも区別されない。これらの問題はすぐにエクリチュール問題そのものとして着手されることになるが、これらの問題は道徳上の主題と密接に結びついており、さらに道徳の主題を単なる重ね合わせによってではなく、本質上の親近性によって展開をしてもいる。しかし、都市国家の政治的発展、文字、エクリチュールの普及、ソピストや弁の対策に、ロゴス直者の活動などから極めて現在的な性格を持つ討論において、まず第一に強調されるのは、当然のことながら政治的、社会的な不適切さである。ソクラテスが提出する判定は適切、不適切のという価値対立の中で作動している。しかし、書くことに作法は叶ったことなのか、それとも不作法なことなのか、書くことがなされても良いのはどのような条件においてなのか、書くことが救いとなるのはどのような条件においてなのか、これこそが我々に残された問いだということ、これは本当ではないかね。2-4b。書くこと、それは適切なことなのか、書く人は立派に務めを果たす人なのか、書くことはふさわしいことなのか、それはして良いことなのか、答えはもちろん否である。しかしその答えはそれほど単純なものではなく、ソクラテスは理性的な言説において、ロゴスにおいて、その答えをすぐ自分のものとして採用しない。彼は答えをほどめかす、聞こえるに任せるだけであり、答えを聞こえること、伝聞風説に、流布している噂に、風説による知識に、吹聴された話に委任する。ところで、その真実はそれ、先人たちのアコエオが知っているところである。もし我々が自分自身でその真実を発見できるというのであれば、実際の話、人々がどう考えたかということを今更気にかけるだろうか。
2744。エクルチールの真理、言い換えればそれは我々がすぐに見るように非真理なのだが、我々はそれを我々の自身の中に、我々自身によって発見することはできないのだ。そしてエクルチールの真理は学問の対象ではなく、単に口先で伝えられた話、繰り返された偶話の対象なのだ。エキルチュールと神話の結びつきは、知と対立するものとして、とりわけ人が自己自身の中から、自己自身によって汲み取る知と対立するものとして明示される。それと同時に、エキルチュールあるいは神話ということによって、系譜の断絶と起源からの遠ざかりが意味される。とりわけ留意すべきは、もっと先のところでエキルチュールの告発理由となるもの、知ることなしに反復することが、エキルチュールの身分についての現象及び規定へと至る歩みを、ここですでに定義づけているということである。エクリチュールの定義、すなわち知ることなく反復することという定義を、そうと知ることなく反復すること。一個の神話によってからことが始まっているのだ。エクリチュールと神話はどちらもロゴスと問答法から区別され、両者の深淵関係はその後ますますはっきりしていくばかりである。エクリチュールとの本質は知ることなく反復する点にあると、ソクラテスは知ることなく反復した後で、彼の論告休憩の証明を、彼のロゴスの証明を、アコへの諸前提の上に、エクリチュールの神話的な系譜学を介して読解可能な諸構造の上に立脚させることしかないだろう。神話が最初の一撃をもたらした後になって、ようやくソクラテスのロゴスは被告を圧倒するのである。2. ロゴスの父、話は次のようにして始まる。ソクラテス、よろしい、私の聞いた話とは次のようなものだ。エジプトのナウクラテス地方に、その地の古い神々のうちの一人が住んでいた。その神の聖なる象徴は君も知っての通り、イビスと呼ばれる鳥であるが、その神自身の名はテウトと言った。この神は初めて算術と計算、幾何学と天文学、さらに将棋やスゴロクを発明した神であるが、特に注目すべきは文字、エクリチュールの発明である。ところで一方で、当時エジプト全体を治めていたのはタモスであり、この国の上部地方の大都市に住んでいた。ギリシャ人たちはこの都市をエジプトのテーバイと呼び、この王の神をアンモンと呼んでいる。テートはこのタモスに会いに行き、彼のさまざまな技術 R を披露した。テートはこう高らかに言った。これらの技術を他のエジプト人たちにも伝えなければなりません。しかしタモスはテートにそれらの技術のそれぞれにどのような有益さがあるかを質問し、テートがそれを詳しく説明するとタモスが最もだと思った点は称賛し、そうでない点は咎めた。このようにしてタモスはそれぞれの技術について、核のごとき両用の意見をテートに数多く述べたと言われている。その詳細をここで述べるとキリがないだろう。だが話が文字に及んだとき、テウトはこう言った。王様はこの文字というものを学べば、エジプト人たちの知恵は高まり、物覚えは良くなるでしょう。記憶力と知恵はその治療薬を生み出したのです。しかし、王はこう応酬した。ここで王を遮ろう。王はパルマコンの前にいる。そして周知のように王は祭壇を下す。舞台と登場人物たちを止めてみよう。よく眺めよう。要するにエクリチュール、あるいはパルマコンと言ってよい。が王に紹介されているわけだ。プレゼンテ、すなわちエクリチュールは神家が領主に敬服の証として差し出す。テウトは神々の王に語りかける半身である。一種のプレゼントとして提出されているばかりでなく、何よりもまず領主の評価に従う一個の作品として提出されているのである。そしてこの作品自体は一個の技術 R であり、労働力であり、操作の効力である。この工作物は一個の技術である。しかしこの贈り物の価値は未だ不確実である。なるほど、エクリチュールのあるいはパルマコンの価値が王に与えられているが、エクリチュールに価値を与えるのは王である。王は自らが受け取りつつ構成するもの、あるいは制定するもの、その値段を定めるだろう。かくして王あるいは神、タモスはアンモン、すなわち神々の王、王の中の王、神の中の神を表している。テウトはタモスに、王様と言っている。は、価値の起源の別名である。エクリチュールの価値は、がそれ自身であるのは、また、エクリチュールが価値を持つのは、神である王がエクリチュールを重んじてようやく、またその限りのお手である。とはいえ、神である王は彼のものではなく、外部からと同時に下からやってくる産物、エルゴンとしてのパルマコンの影響を被らないわけではない。この産物はその存在と価値において性別されるべく、神である王の存在の判断を待っている。神である王は書く術を知らないが、この無知な、あるいは無能力は王の思考の独立の証である。王は書く必要はないのだ。王は喋るのであり、言うのであり、書き取らせるのであって、王の話す言葉だけで十分なのだ。事務方の書記が王の言葉に書き起こし原稿という付け足しを加えようと加えまいと、この委託は本質上副次的なことである。神である王はこうした立場に立脚して、検定物を拒絶するのではなく、検定物を低く評価するだろう。そしてその無用さを明らかにするばかりでなく、その脅威と害をも明らかにするだろう。
これはエクルチールという捧げ物を受け取らない別のやり方である。そうすることで神であるカタル王はお父親のように振る舞う。ここではパルマコンは父親に紹介されては父親によって拒絶され、貶められ、見限られ、信用を失わせられる。父親はエクリチュールに権威をかけ、常にエクリチュールを監視する。王、神、父といった継承を相互に連絡させる安易な一説にここで我々は引きずられたくはないが、父の立場に起源や発話、パロール、正確に言えばロゴスの権力を割り振るプラトンの図式の普遍性に体系的な注意を向けるだけでもよいだろう。我々の知る限りそれだけのことでさえ今までなされてこなかった。それがもっぱら、そして とりわけプラトンにおいて起こっているというのではない。こんなことは周知のことであり、簡単に想像できることである。しかし西洋刑事条約の前提はその概念体系において確立したプラトン主義が、そうした構造的拘束の一般性を逃れておらず、単に類を見ない輝きと巧妙さを持ってそれを霊障してさえいるということ。この事実はそれだけ一層意味深長である。また、ロゴスが父であるというのでもない。そうではなく、ロゴスの起源がロゴスの父なのだ。語る主体が発話の父であるといえば時代錯誤であろうか。そこにはいささかの引用もないとすぐさま気がつくことだろう。少なくとも引用囚人のあおりふれた慣習的効果と理解すればだが、つまりロゴスは息子であり、父の厳然なしには、父の厳然的立ち合い、援助なしには身を滅ぼしてしまう息子なのである。応答する父、息子のために息子に代わって応答し、息子について応答を保証する父、ロゴスはその父親なくしてはまさに一回の文字、エクリチュールでしかない。少なくともこれが言う者の言い分であり、父のテーゼである。したがって文字の特殊性は父の不在に関係しているということになるだろう。さらにこの不在は明瞭な仕方だったり、不明瞭な仕方だったり、定期的だったり、同時的だったりと、とにかく様々なやり方で容態変化させることができ、例えば父親を失ってしまったというのも、自然死もあれば、王死もあり、ありふれた暴力によるものもあれば、親殺しによるものもある。また父親の厳然の助けを借りるというのも可能なこともあれば、不可能なこともあり、直接に力を借りるということもあれば、直接の援助などを受けていないと言い張る場合もある。文字に委ねられたロゴスの不幸、同情に値するものであれ、傲慢に起因するものであれ、をソクラテスがいかに強調しているかは周知の通りである。書かれた言葉は父親の助けを常に必要とする。実際自分の一人の力では身を守ることも自分を助けることもできないのだから。この不幸は両義的である。それはなるほど個人の困窮状態である。誰かの厳然によって立ち会ってもらう必要があるばかりでなく、援助をしてもらい、援助に来てもらう必要がある個人。程度人は個人に同情しながらも、また個人を非難する。文字は父親を遠ざけることができ、うぬぼれと思い上がりによって自分を父親から解放できるなどと思っていると非難される。興奮に握る者の立場から、文字の欲望は、個人の欲望と親殺しの転覆だと指定され、指南され、告発されるのである。このパルマコン、薬は犯罪的なのではないか、毒入りの贈り物なのではないかというわけである。いかなる援助の引き受けをってもないこの個人の身分は、また書くことの身分とも重なる。書くことは、それが記入へのと到来するその瞬間においては誰の息子でもなく、ほとんど息子とは言えない息子として残留し、もはや自らの起源を、法権利の上でも負債の上でも認知することがない。エクルチルと違い、生けるロゴスは生ける父を持つことによって生けるものである。それに対して孤児は半分死んだものである。すなわちロゴスの傍らに、背後に、内に、現に身をはべらし、立っている父。そうしてその、粘直さ、レクティチュードによってロゴスを支え、それ自身が直々にその固有名においてロゴスを援助する父。生けるロゴスの方は自らの負債を認知し、この認知、イコール感謝、ルコネサンスによって生き、そして親殺しを自らに禁ずる、あるいは禁じることができると思うのである。しかし、書くこと、エクリチュールと話すこと、パロールとの関係である禁止と親殺しはかなり驚くべき構造であって、そのために我々はもっと先のところでプラトンのテキストを禁じられた親殺しと公然たる親殺しとの間に分析しなければならないだろう。父にして学長、レクトゥールであるものの再演された、再化され延期された殺害。パイドロスはすでに次の点の十分な証明となっている。すなわちロゴスの責任、レスポンサビリティ、応答可能性、ロゴスの意味とロゴスの諸効果の責任は、父の援助、アシスタンス、立ち合いに、父の厳然としての厳然に帰着するのだと。引用を生むことなく問い立たす必要がある。例えばソクラテスは次のようにエロスに語りかける。もしこれまでのところでパイドロスと私があなたに対して何か耳障りな言葉を口にいたしましたとすれば、その罪はこの主題スジェの父であるリュシアスにあるとおぼし召しください。257b。
ロゴスはここでは論証という意味であり、提示された論拠という意味であり、話された対話はロゴスに命を吹き込む指導的意図という意味である。ロバンがしているように、ここでロゴスを主題と翻訳することは単に時代錯誤的ばかりであるばかりではない。それは意味作用の意図という組織的統一を破壊してしまう。というのも、生ける言説のみが、パロールのみが、言説のテーマ、対象あるいは主題がではない。知識を持つことができるからである。そして今や我々にとって次々と解明されていく必然性に即して、ロゴイ、ロゴスの複数形は子供たちなのである。子供たちは必要とあれば抗議するほどに、また質問されるがままになるほど生き生きしており、書かれた事物とは違って父親たちが言わせるときには応答することもできる。子供たちとは父親が責任がある、応答可能な仕方で厳然していることなのだ。例えばある子供たちはパイドロスに由来し、パイドロスは彼らを支援するために呼び出される。ここでもまたロバンを引用するが、ロゴスは今度は主題ではなく論証と訳されており、ロゴス術についてのゲームは10行ほど中断される。問題となるのはソフィストたちや雄弁家たちが自由に用いている、あるいは自由に用いることができると主張しているこのテクネ、すなわち芸術にして道具、レシピ、肥沃の、だが伝達可能な要項といったものである。ここでソクラテスは当時すでに古典的だったこの問題を、説得と真理という対立から出発して考察している。ソクラテス、確かにそうだ。けれどもそれは、法廷で提出される論証が彼の有利になるように、彼は一個の技術であると証言すればの話だ。というのも、その後で別の論証が登場して次のように言うのが聞こえるような気がするからだ。彼は嘘をついている。彼は技術ではなく、技術を書いた因習、ルーティンに過ぎないと、そうした論証は抗議するのだ。スパルタ人たちは言う、話すことについては、真理に密着しなくては正真正銘の技術は存在しないし、将来も存在し得ないだろうと。パイドロス。そうした論証こそ、ソクラテス、私たちに欠けているものです。さあ、そうした論証をここで生み出して、それを問い立たせてください。そうした論証は何をどう言ってますか？ソクラテス。それでは、高貴な被造物たちを執刀せよ。そして、美しい子供たちの父であるパイドロスに説いて、立派に哲学するのでなければ、何事についても立派に話すこともできないだろうと説得しなさい。なあ、パイドロスに、さあ、パイドロスに応答させなさい。260E から261A。パイドロスは共演でも最初に話さなくてはならないものであるが、それは彼が第一の場所を占めているからであり、またそれと同時に主題の父であるからだ。暫定的に、そして便宜的に我々が隠喩と呼び続けているものは、いずれにせよ一個のシステムに属している。ロゴスが父を持つのは、ロゴスがその父に援助されて初めてロゴスであるのは、ロゴスが常に一個の存在、オンであり、さらには存在者の一種、ソピであり、もっと詳しく言えば一個に生ける存在者だからである。ロゴスは一種のゾーン、生物なのである。この動物は誕生し、成長するのであり、ピシュチに属する。言語学、論理学、問答法、動物学は結束している。ロゴスを一種のゾーンとして描きながら、プラトンは彼よりも前に生ける発話、パロールを主体のごとき、文字、エキルチュールの硬直性に対峙した、ある種の雄弁家やソフィストたちに付き従っている。生ける発話は現在の状況のさまざまな必要や厳然する対話者たちの期待や要求に間違いなくことなく自ら合わせ、発話が生じなければならない場の空気を嗅ぎ分け、そして発話が説得的かつ拘束的となる契機に従うふりをする。したがって生命を持つ生きた存在であるロゴスは算出された有機体でもある。有機体すなわち1個の中心と複数の末端関節を持ち、1個の頭と何本かの足を持つ、再化された固有の身体、適切であるためには、書かれた言説はそれ自体が生ける言説として性の処方に従わなければならないとされる。作文上のロゴス特上の必然性は、生物学的な必然性、もっと正確に言えば動物学的な必然性に類した、類したものでなければならないとされる。さもなくれば主義一貫しなくなってしまう。そうではないか。問われているのは文字によって主義を失うというロゴスが犯す危険のうちにある構造及び構成なのだ。そこらです。しかし他の点はどうだろう。主題のさまざまな要素がごたまだに放り出された風ではないかね。あるいは議論の中で2番目に来るものが他の言葉よりも2番目に置かれなければならない何か明白な必然性があるかね。私はといえばこういったことについてついほども知識を持っていないものだから、確定が大胆にも思いつくがままに語っているように思えたのだ。君の方はどうだね。確定があれらの要素をああいう順番に置かざるを得なかった何か作文上、ロゴグラフィックの、ロゴス色上の必然性が認められたかね。パイドロス。私が確定の意図をそんな風に正確に見分ける能力を持っているのだと判断されると、あなたも親切な方ですね。そこらです。とはいえ、君も肯定してくれると思うことが少なくとも一つある。それはどんな言説であっても、まさに一個の生命ある存在のように構成されていなければならないということだ。
すなわち自分のものである一個の身体を持ち、頭が欠けていても足が欠けていてもいけないし、真ん中も両端もきちんとあって、それらがお互いに全体との関連において適合した仕方で書かれているのでなければならないのだ。このように算出されている機体は生まれが良くなければならず、高貴な父でなければならない。それゆえソクラテスは思い出してもらいたいが、ロゴスたちにあの高貴な被造物たちに呼びかけていたのだ。そこで案に含有されているのは、こうした有機体にはそれが算出されたものであるからには、始めと終わりがあるということだ。ソクラテスの要求はここで明確かつ必要なものとなる。現実というものは一個の始まりと終わりとを持たねばならず、始めから始まり、終わりで終わらなければならない。この人は我々が求めていることをしているようにはとても見えないと思われるね。彼は主題を始まりから始めることさえせずに、終わりから始めていて、後ろ向きの姿勢で泳ぎ渡ろうとしている。恋している人が恋人に向かってすでに口説き終わった時のようにようなことから話を始めている。 264a。 こうした規範の岩塩と気欠は巨大であるが、またかなり自明でもあるので、我々がそれについてくどくど言う必要はないだろう。この議論の気欠とは、話された言説はその出自、オリジン、起源において立ち会い終えた支援された人、ペルソン、その本義、固有性の中に厳然する人のように振る舞うというものだ。ロゴスとは、あなたかも本人自身が話しているかのような言葉と、あるプラトン語彙集は言っている。一切の人の場合と同じように、ロゴス、ゾーン、動物としてのロゴスは一人の父を持つのだ。しかし、父とは何か。それを中知のものだと仮定しなければならないのか。そしてこの述語、周知の述語、父によってもう一方の述語、息子を、単なる隠喩として解明されがちなものの中で解明しなければならないのか。それが単なる隠喩だとすると、ロゴスの起源ないし原因は、生ける息子の原因として我々が知っているもの、すなわちその父に例えられるということになるだろう。その場合、ロゴスの誕生と進展は、ロゴスに無縁な分野、ドメース、生息線に基づいて、すなわち性の伝達、あるいは世代関係に基づいて理解されたり想像されたりすることになる。しかしながら、父は一切の言語関係以前に、その外部に実在する算出者、生殖源ではない。実際、ロゴスの神経によらずして、どうして父、息子関係が原因、結果、あるいは算出するもの、されるものの関係から区別されようか。ただ、言説権力のみが父を持つのである。父とは常に聖者、和者の父である。言い換えれば、不正のような何かが告知され、思考に与えられるのは、ロゴスから出発してのことなのだ。ロゴスの父という言い回しが単なる隠喩だとしても、最初の単語、それは最も親しみある、ファミリエ、家族的なものに見えるが、二つ目の単語、ロゴスから、自らが伝える以上の意味を受け取るだろう。最初の親しさ、ファミリアリティ、家族性は、常にロゴスと何らかの共生関係を持っている。父と息子という生ける存在者は、ロゴスの家内性、ドメスティシテ、なる親しみ、君知状態の中で我々に告知され、相互関係を取り結ぶのだ。見たところがどうであれ、人はこのロゴスの家内性から外へ出て、隠喩、こうやって運ぶことによって、違法の分野、ドメーヌ、生息圏へと自らを運んでいくわけではない。そうした違法の分野では、父、息子、生ける者たちに出会い、すなわちロゴスというこの奇妙なものが一体どうなっているかについて、それを知らない者に比喩を使って説明するのに都合のように、あらゆる種類が存在者に出会うとされているのであるが、この過程の中心、暖炉、発生源は、およそ一切の隠喩の故郷であるが、ロゴスの父とは一回の単なる隠喩などではない。言語能力を持たない生物、そのような何かが存在するとなおも必要に信じたければが、もう父を持つといえば、それもまた隠喩だということになるだろう。したがって全ての隠喩的方向を全面的に逆転させる必要があるのであって、ロゴスに父があり得るの、あり得るのかと問うのではなく、父がそれ、私はそれの父親だと称するところのもの自体が、ロゴスの本質的な可能性なしにはあり得ないことを理解する必要があるのだ。父に借りがあるロゴスについて何を言うべきか。少なくとも今我々の関心の的となっているプラトンのテキストの層の中で、そうしたロゴスをどのように読むべきか。周知のように父の継承は善の継承でもある。ロゴスは自らが借りを負う相手を表彰する。すなわち首長、シェフであり、資本、キャピタル、元本、周であり、善、財でもある父を、あるいはむしろ首長そのもの、資本そのもの、善そのものである父を、ギリシャ語でパテールとは、これらすべてを同時に言う。プラトンの翻訳者たちも注釈者たちも、こうした図式のタイムレについて説明をしてきたようには見えない。翻訳でこのタイムレを尊重することは困難である。それは認めよう。少なくとも未だかつてこのタイムレが問われたことがないという事実はそのように説明される。例えば国家第5巻でソクラテスが全それ自体について語ることを諦めるとき、
彼はすぐさま前それ自体の代わりに、その息子、その子供について語ることを提案する。前とはそれ自体としてそもそも何であるかということは、とりあえず置いておくことにしよう。なぜならそれが、私が何であるかと思うかということだけでも、そこで今到達するのは現在の調子で私の力に余ることのように思われるからだ。その代わり善の子供に当たると思われるもので、善に最もよく似ているように見えるものを、もし諸君もそれで良いと思うなら語ることにしたいのだ。だがそれではダメだということならやめておこう。いや、どうぞ話してくださいとグラウコンは言った。父親の方のことはいずれまた詳しくまた話していただいて、借りを返していただくことになるでしょうか。本当にそうしたいものだと私は言った。私は説明するという借りを返すことができて、君たちはそれを回収することになれ、ということになればと思うよ。今のようにただ利子だけではなくてね。しかしとにかく今はここにある善そのものとの果実と子供を受け取ってくれたまえ。ここでエクゴノスに結びつけられているトコスは、生産と産物、生誕と子供などを意味する。この単語は農業や福祉関係や信託活動といった分野において、この意味とともに機能している。後で見るように、こうした分野のいずれもロゴスの投資や可能性を免れていない。産物としての死のトコスは、人間や動物がもたらすものとしての子供であると同時に、畑に託された種の果実でもあり、また元本、キャピタル、資本の利子、利益でもある。すなわちそれは収入、回収されたものなのだ。プラトンのテキストの中にこうした意味のすべての分配を追跡することもできるだろう。パトールの意味が、もっぱら金融資本という意味で使われている時さえある。国家そのものの中で、そして我々が今引用したばかりの一節からほど遠からぬところで、その意味で使われている箇所がある。デモクラシーの欠点の一つは、ある人たちが資本に演じさせる役割になる。他方、高利貸したちは身をかがめて仕事に熱中し、そうした貧乏人たちのことは目に入らぬふりをしながら、その他の言いなりになるすべての市民たちに金銭の毒針を差し込んで傷つけ、そして親金の何倍もの利息を取り立てては、スズメバチと小敷を国の中にますます生み増やしていくのだ。555E。ところで、こうした主張やこうした資本キャピタル、こうした財については、すなわち価値と目に見える存在者たちのこうした起源については、端的にあるいは直接的に語ることができない。その理由は何よりもまず太陽を直視することができないのと同じように、それらを直視することができないからである。ここで太陽の顔を前にしたあの幻惑について、国家の有名な一冊第7巻を呼び直してもらいたい。従ってソクラテスは英知の太陽によく似た息子、アナロゴン、類比物である可観的な太陽についてしか言及しないだろう。それではと私は言った。我が善の息子と言っていたのはこの太陽のことなのだと理解してくれたまえ。善はこれと自分と類比的なものとして生み出したのだ。すなわち善が英知界で知性と知性的諸対象に対して持つ関係は、感性界で太陽が視覚と可視的諸対象に、諸対象に対して持つ関係とちょうど同じなのだ。いかにしてロゴスは父と息子、仮想体と可視体とのこうした類比の中で仲介するのか。善は父、太陽、資本という可視的、不可視的継承をまといつつ、御他、存在者たちの起源であり、存在者たちの現れの起源であり、そして存在者たちを結集する、させると同時に区別するロゴスへと存在者たちが到来することの起源である。多くの美しいものがあり、多くの良いものがあり、またその他の多くのものがあると我々は主張し、そしてそれらを言葉によって区別している。507B。従って善、父、太陽、資本は、ロゴスの隠れた源泉、光を与えると同時に目をくらませる源泉なのである。そして語ることを可能にするものについて語ることはできない以上、それについて語ることは禁じられている。あるいは面と向かってそれに語りかけることは禁じられている。語り得るのは語るものについてのみ、そして唯一の例外を除いて常に語られているところの所持物についてのみである。ロゴス、計算あるいは比例、すなわちラチオが責任を計算可能な、あるいは仮があるところのものについては、それを説明することも道理づけることもできないのであるから、また資本を計算し、主張を面と見ることはできないのであるから、したがって利子や収入や産物や子供といった複数的なものを、識別や分別の操作によって計算しなくてはならなくなる。いや、どうぞ話してくださいとグラウコンは言った。父親の方のことはいずれまた詳しく話していただいて、借りを返していただくことになるでしょうから。本当にそうしたいものだと私は言った。私は説明するという借りを返すことができて、君たちにそれを回収するということになればと思うよ。
今のようにただ利子だけではなくてね。しかしとにかく今はここにある善そのものの果実と子供を受け取ってくれたまえ。ただしよく気をつけて、私がその利子の誤った感情を支払ったりして、恋にではないにせよ、ひょっとして君たちを騙すことのないように用心してくれたまえ。号令 7a。またこの下りから次のことも考慮されたい。すなわち、父、資本、前、期限等々への諸々の大法物の計算とともに、また一者が不在となり不可視となる、かくして大法が要求されることになる運動そのものの中で、一者に加えて到来するものとともに、すなわち、サイエント分別性とともに、ソクラテスは、キブデロン、すなわち偽造されて変質したもの、嘘つきの人を騙す曖昧なものの常に開かれた可能性を導き入れ発見するということである。彼は言う、君たちの利子に偽造された感情を支払ったりして、君たちを騙すことのないように用心してくれたまえ、と。キブデレウマとは偽造商品のことである。それに対応する動詞、キブデレウは、貨幣や商品を変質させること、転じて不実であることという意味である。父前、資本、即時存在の起源、係争中の係争というものの、顔を直に直感することでもたらされる失明を恐れてロゴスに頼ること。我々を太陽の保護下に置きつつ太陽からも保護してくれるものとしてのロゴスに頼ること。ソクラテスはこのことを他のところでも可観的なもの、可視的なものの類似の秩序の中で提案している。そのテキストを少し長いが引用してみよう。実際そのテキストはそれ固有の関心に加えてその定着した翻訳において相変わらずロバンの役である。極めて意味深長ないくつかの。こう言ってよければ横滑りをはらんでいる。そのテキストとはパイドンの中の自然学者たちに対する批判である。よろしいとソクラテスは言葉を継いだ。そういうことがあって存在に関する研究で落胆してしまった後に私はこう考えた。日食を見る者たちが彼らの観察において被る災難に気をつけなくてはならないと。実際太陽の姿を水やそれに類するもののうちに映して観察するのでなければ、往々にして視力を損ねるものもあるからだ。そう、それに類したことが私にもあると思い立ったのだ。肉眼を直に事物に向けたり、感覚の各々でもって事物に直接触れようとすれば、魂は完全に盲目になってしまうと私は恐れたのだ。そこでロゴスへと避難し、その中に事物の真理を求めなければならないと思われたのだ。かくして最も健康であると私が判断するロゴスをいつの場合でも土台としてから、99B から 100A。したがってロゴスは頼みの綱、二次元線であり、それの方へと自らの向きを変える必要があるのだ。それは単に太陽という源泉が厳然しており、それを直視すると我々の目が焼けてしまう危険があるときだけでのことではない。太陽がその職において不在となるように見えるときもまたロゴスの方へと身を反らさなければならないのだ。消滅するのであれ隠れるのであれ、とにかく死んだこの天体はかつてないほど危険なものである。こうした意図、息子を走るがままにしておこう。我々がそれをなおもたどったのは、ロゴスから父へと導かれるままになるがためであり、言葉パロールをキュリオスに、すなわち国家の中で全太陽を資本父に与えられた別名である主人、主君に結びつけ直すためであった。もっと先のところで同じ折り目の中で、同じテキスト群の中で、我々は別の意図、息子を引き出すだろうし、そこに別の意図が織り込まれ、解かれる様を目撃するために、同じ者たちを新規巻き直しに引き出すことだろう。3、息子たちの書き込み、テウト、ヘルメス、トート、ナブー、ネボ。世界史は流れ続けた。クセノパセスが攻撃したあまりに人間的な神々は、死の虚構物あるいは悪魔の地位に格下げされたが、人の主張するところによれば、その神々の中の一人、ヘルメス・トリスメギストスは、その数に諸説のある何冊もの書物を書き取らせたという。アレキサンドリアのクレメンスは42冊だといい、イアン・ブリコスは2万冊だといい、とうとう、彼もまたヘルメスである、の神官たちは36,525冊だという。そして、そこには世界のすべての事象が書かれてあったという。この創造上の図書館の初段編は、3世紀以来集められたり、でっち上げられたりしながら、ヘルメス大全と呼ばれるものとなっている。ホルヘ・ルイス・ボルヘス。未知のものへの恐怖の感覚が彼の検体の核心部でうごめいていた。それは象徴と前兆への恐怖であり、その名前が柳で編まれた翼で、囚われの身から飛び出すのを彼が耐えていたハヤブサのような男への恐怖であり、書き手たちの神々であるトートへの恐怖であった。トートは一本の足を用いて、所持盤の上に書き物をし、その時の狭い頭に尖った三日月をいただいているのである。
ジェームス・ジョイス、若き芸術家の肖像。ある別の学科はこう宣言する。時間全体はすでに展開し終わっており、ほとんど我々の性は取り返しのつかないプロセスの思い出のようなもの、あるいは黄昏時の照り返しのようなものであり、おそらくはねじ曲げられたり改ざんされたものであると。また別の学科はこういう、宇宙の歴史、そしてこの歴史の中にある我々の性やその最も支えの部分は、下級の神を悪魔と通じるために生み出した書き物、エクリチュールであると。また別の学科はこういう、宇宙は全ての象徴が同じ価値を持つのではない一種の暗号表、クリプトグラフィーに例えられると。ホルヘ・ルイス・ボルヘス。我々が望んでいたのは次のことを思考するようにただ誘い込むことだった。すなわち、プラトンがテウト伝説に言及するとき、彼は思いつきで気ままに、気まぐれに振る舞ったのだと言われるが、その思いつき、気ままさ、気まぐれは、いくつもの厳格な必然性によって監督され制約されていたのだと。神話の組織は強力な拘束に従っている。この強力な拘束はいくつかの規則を体系へと秩序立てている。それらの規則はあるときはプラトン作品。我々はそのうちのいくつかの規則を支持したところである。として、ギリシャ文化、あるいはギリシャ語として、我々にとって経験的に切り取られるものの内部で告げられたり、あるときはその外部で異国の神話の中で告げられたりする。プラトンはそうした異国の神話から単に借用しただけではないし、単一の要素、すなわち文字の神であるトートという登場人物の同一性を借用しただけではない。実際そもそもここでのこの借用という単語が何を言わんとしている知るかを知ることなしに、借用という事態、言い換えれば外的で偶然的な転化という事態について語ることはできない。プラトンは彼の話を構造の処方に合致させざるを得なかった。その最も一般的な法とは、話し言葉、パロール、書き言葉、エクリチュール、発話、文字、生、死、父、息子、主人、奴隷、第一、第二、敵死、非敵死の孤児、着死、非着死の孤児、魂、身体、内、外、善悪、真面目、遊び、昼、夜、太陽、月といった対立を司り、分析する法である。これらの法はエジプトやバビロニア、アッシリアの神話も同じように、同じ縁に即して支配している。おそらくは我々がここで位置づける意図も手段も持っていないその他の神話についても同様だろう。プラトンはある単一の要素を借用しただけにとどまらないという事実に我々は関心を寄せる。そうすることによって我々は諸々の文化や神話に関する事実的系譜学や経験的実際的交流という問題を括弧に入れる。我々はただそれのみが神話層の具体的なあれこれの交流やありとあらゆる感染を可能にした、そうした内的かつ構造的な必然性を予告したいだけである。確かにプラトンはテウトという登場人物を描写してはいない。パイドロスでもピレポスの極めて短い言及でもテウトにはいかなる具体的な性格も与えられていない。少なくともそのように見える。だが必要に見てみればテウトの置かれた状況、彼の言説と諸操作の内容、彼の介入がその中に巻き込まれているところの諸々の主題、概念、納期、神秘の間の関係、こうしたものすべてが組織的に、ある極めて顕著な継承、テウトの特徴を成していることを認識せざるを得ない。テウトの諸特徴をエクリチュールの他の神々、何よりもエジプトのトートに関係づける構造上の類似は、断片的だったり全面的だったりする借用の結果だとか、偶然やプラトンの思いつきの結果ではありえない。そしてそうした諸特徴がプラトンの哲学層の体系構成の中に、各も厳密に密接に一緒に挿入されていることは、すなわち、そのように神話的なものと哲学的なものとが接合されていることは、もっと埋もれたある必然性へと我々を繰り返す。なるほど、尊神は複数の顔、時代、住処を持つ。尊神が巻き込まれている複数の神話的物語の錯綜関係は無視されてはならない。しかしながらいくつかの普遍的な要素が至るところで識別されるし、またそれがまた太文字で強調された線で描かれている。これらの普遍的な要素は、パンテオンにおけるこの神の普遍の同一性を成していると、こう言いたくなるかもしれない。もっともこのように言えるのは、この神の任務が、我々がこれから見るように、神学的原始性のそれをはじめとして、およそ同一性一般の転覆的解体のために働くことではなかったとすればの話だが、エクリチュールの起源について、プラトン的継承とその他の神話的継承との間に見られる構造上の類似性、これを再構成しようとする者にとって適切な特徴とはどのようなものか。この特徴の解明は主題上の諸対立、今しがた我々が系列化したような諸対立の作用の中で、あるいはプラトンの言説の中で、あるいはさらに諸々の神話の縁の中で、意味を一つ一つ規定することに役立つだけであってはならない。この解明は西洋のロゴスの起源にある神話層と哲学層との関係という全般的な問題設定へと開かれなくてはならない。言い換えれば、ミュトスとロゴスの哲学的作用の中でその全体が算出された一個の歴史、
またそこがあたかも自然の自明性を持つ自分自身の固有の住居であるかのように、住所であるかのように、盲目的にこの哲学的差異の中にはまり込んだ一個の歴史、むしろ歴史そのもの、そうした歴史の起源にある神話層と哲学層との関係へと開かれてなくてはならない。ところで、パイドロスにおいてエクリチュールの神は部下であり、副次的な登場人物、決定権を持たないテクノクラート技師であり、神々の王の前に出頭することを許された、狡猾で利発な奉仕者である。神々の王は彼を助言役として迎え入れることを了承した。帝都は陽光に輝く声で語り、指令する父に対して神である王に、あるテクネとあるパルマコンを紹介する。王がその判決を響かしたとき、その判決を高みから落ちるがままにしたとき、同時にパルマコンを落ちるがままにせよと命じたとき、帝都は応答しないだろう。厳然のうちにある勢力は、帝都がそのあるべき席にとどまることを欲するのだ。エジプト神話でも席は同じではないだろうか。そこでも帝都は算出された神である。彼はしばしば王である神の息子、太陽神の息子、アモン・ラーの息子と呼ばれている。私はとうとうラーの長子である。ラー、太陽は創造神であり、彼は御言葉の媒介によって算出する。その別名、それこそパイドロスにおいてラーを指す名であるが、はアモンである。この固有名は慣用では隠されたものを意味する。したがって我々ここでも万物の父である隠れた太陽、言葉パロールによって表彰、再現前された、されるがままになる隠れた太陽に出くわすのである。こうした諸々の意味の縁の同一性、初はパロールの権力、存在と性の創造、太陽、これは言い換えれば我々が後で見るように目でもある。自らを隠すことは、卵の歴史あるいは物語の卵でも呼び得るものの中に結集している。世界は一個の卵から誕生した。もっと正確に言えば、世界の性の生ける創造者が一個の卵から誕生したのである。つまり太陽は何よりもまず卵の殻の中にはらまっていたのである。このことがアモン・ラーの複数の特徴を説明する。アモン・ラーは一羽の鳥でもあり、ハヤブサでもある。我は卵から帰った大いなるハヤブサである。しかし万物の起源としてアモン・ラーは卵の起源でもある。アモン・ラーはある時は卵から誕生した太陽を鳥として、またある時は最初の卵を産む原初の鳥として描かれる。この場合、そして言葉パロールの権力は創造の権力と一体でもあるので、いくつかのテクストには大いなるおしゃべりのメンドリの卵という名が見られる。ここで卵が先か、鶏が先かというような陳腐であると同時に哲学的な問いを立てても、すなわち原因が結果に付して、対して論理上、時系列上、存在論上先行するという問いを立てても、全く意味がないだろう。こうした問いに対しては、いくつかの古代の石棺が鮮やかに答えていた。すなわち、ああ、ラーよ、自身の卵の中に自らを見出すものよ、と。その卵は隠された卵であると付け加えれば、前日の意味体系が構成されたことになるばかりでなく、開かれたことにもなるだろう。とうとうの従属、原初の鳥の長子であるあの時の従属は、複数の仕方で表記されている。例えば、メンフィスの教義では、とうとうはホルスの創造の企てを言語によって執行するものである。とうとうは偉大な太陽神の表徴、収入、記号を担う、運ぶ。とうとうは太陽神のスポークスマンとして太陽神を通訳する。そして、ギリシャにおいて対応するものであるヘルメス。ちなみにプラトンがヘルメスについて語ることは決してない。と同じように、とうとうはメッセンジャー、使いの神の役を盗み取っては常に姿をくれます。狡猾で巧妙で捉え難い仲介者の役を果たす。納期シニフィアンの神、とうとうが言表しなければならないこと、あるいは単語で情報にしなければならないことはすでにホルスによって施行されている。したがってとうとうが委任され、書記官として使える言語は、自らのメッセージを伝達するために、すでに形成済みの心的思考を確定されていると表彰する再現前させることしかしない。メッセージは創造の絶対的な契機ではなく、それを表彰するだけのものである。それは第二の、そして二次的な言葉である。そしてとうとうがエクリチュールよりも離された言葉に関わるときには、これはどちらかというと稀なことである。彼は言語活動を行う本人ではないし、言語活動の絶対的な主権者、主導者でもない。反対に彼は言語の中に差異を導き入れるのであり、複数の言語が存在するという事態の起源が書き足れるのは彼なのだ。我々は後でプラトンの方へ、ピリポスの方へと戻ったとき、最下は二次的な契機なのかどうか、この二次性はロゴスソロ自体の起源と可能性としての初期祖の出現ではないのかと問うことになるだろう。実際、ピレポスにおいて、テウトは差異を引き起こし、小本人として言及されている。それも複数の言語が存在するという事態を引き起こすのではなく、言語そのものの内部に差異化を引き起こす小本人としてである。だが、この2つの問題はその根底において切り離し得ないと我々は考える。
二次的な言語活動の神であり、言語的作用の神であるトートが創造的パロールの神になることができたのは、できるのは、慣有的代替によってのみ、歴史的な転移によってのみ、その時には暴力的な転覆によってのみである。例えばこの代替は太陽の代わりに月を置くように、ラーの代わりに、ラーのいるべき席にトートを置く。かくしてエクリチュールの神はラーの代理人となるが、それは自らをラーに付け加えることによって、ラーをその不在と本質的な消滅において代理することによってである。以上が太陽の代補としての月の起源、昼の光の代補としての夜の光の起源である。初はパロールの代補としてのエクリチュール。ラーが空に存在していた間、ラーはあるときこう言った。トートを私のところに来させなさいと。即座にトートがラーのところに連れてこられた。壮麗なこの神はトートに言った。私が下方地域の幸運な人々のために光り輝く間、私の代わりに空にいるように。私の代理人は、お前は私の代わりに存在するのだ。そして私とはお前のことをトート、ラーの代理者と呼ぶだろう。それからラーの言葉遊びのおかげで、あらゆる種類のことが起きる。ラーはトートに言った。お前がお前の美しさと巧妙によって、一つ二つの点を腕の中に抱くようにしようと。すると月が生まれた。さらに、月のところでは、トートがラーの代理者として多少劣った位を占めるという事実を触れながら、次のように言われる。お前がお前よりも偉大なものを発想するようにしよう。すると、トートの鳥であるトキが生まれた。したがって、こういった代替は、痕跡と代本の純然たるタームレットして作用している。あるいは、お望みならこう言ってもよい。いかなる現実によっても、いかなる絶対的な外務の参照項によっても、いかなる超越的初期、シニフェによっても、縁取られたり、制限されたり、管理されることのない純然たる脳器、シニフェの秩序の中で作用する代替と、代替物のさらには代替物の代替物の、言語的入れ替えという活動域のうちに、無限に身をはべらすがゆえに狂っていると判断されかねないこの代替。鎖から解き放たれて荒れ狂うこうした連鎖は暴力的でないわけではない。現実の中で猛威を振るう何らかのポレモスとは反対に、そこで虚偽の戦争の無害な言葉遊びの平和な要素しか見ないとすれば、この言語的内在性について何も理解しなかったことになるだろう。とうとうは頻繁に陰謀や裏切り行為や王に対する簒奪の策略に加担するが、それは言葉遊びに無縁の現実の中でのことではない。とうとうは息子たちが父親を追い払い、王となった 兄弟たちが追い払うのを助ける。ラーによって呪いをかけられたムトは、子供を誕生させるためのいかなる日付も、歴の上のいかなる日も、もはや手にすることができなかった。ラーは彼女の時間を遮り、日の目を見るための一切の日を、世に生み出すための一切の期間を抹消してしまっていたのだ。とうとうは歴の制定と運行において、計算者としての権力を握ってもいたので、リスカの挿入日を付け加えた。この補足の時間のおかげでヌトは5人の子供を産むことができた。すなわち、アロエリス、ホルウル、セト・イシス、ネフテツ、そしてオシリスである。後にオシリスは父のゲブに代わって王になる運命にある。オシリス、太陽王の統治の間、オシリスの兄弟でもあったトートは人間たちに文芸と芸術を手ほどきした。そして人間たちが思考を定着させられるようにヒエログリーフ文字を創造した。しかし、後になるとトートはオシリスを妬む兄のセトの陰謀に加担する。オシリスの死の有名な伝説は周知の通りである。策略によって等身大の棺に閉じ込められたオシリスの死体は、妻のイシスの努力によって観覧神宮の末発見される。死体は寸断され14の断片として散らばってしまっていたが、イシスはその断片を鼻先の尖った魚に飲み込まれてしまった断口を除いて全て見つけ出した。それでもトートはこの上なく柔軟だが、この上なく防音的なご都合主義によって行動することをやめない。ハゲワシに変身したイシスはオシリスの死体の上に横になった。そうして彼女はホルスを産む。指を加えた子供であるホルスは、その後、父を殺した者に立ち向かうことになる。ホルスの父の仇であるセトは、ホルスの目をくり抜いたが、ホルスはセトの睾丸をもぎ取った。ホルスが自分の目を取り戻すことができたとき、彼はその目を父親に与える。そしてこの目もまた月に、トートにと言ってもよいになった。それによって父オシリスは息を吹き返し、力を取り戻した。戦いの間中、トートは争う者たちを仲違いさせておいて、神、医師、薬剤師、魔術師として、争う者たちの身体の切断を治し、傷を繕っていた。その後、目と睾丸があるべき場所に置かれたとき、裁判が開かれた。その裁判で、とうとうは共犯だったセトを裏切り、オシリスの言葉を真の言葉として通用させる。王、父、太陽、初はパロールを二重にする。
出し抜く代役を務める能力を持ち、それらの代理表彰、それらの仮面、それらの反復としてしかそれらから区別されない代補者である等々は、また当然のことながらそれらに全面的に取って代わり、それらのあらゆる属性を我が物にすることができた。等々は自分が付け加える等のものの本質的属性として自らを付け加えるのであり、自らが付け加わるもののとほとんど区別されない。等々が御言葉、パロールや神の光と異なるとしても、それは掲示されるものを掲示するものとしての限りでしかない。その際はほとんどなきに等しい。しかし代理と三奪による合致、こう言えるならばであるが、以前に、トータは本質的にエクリチュールの神であり、ラート旧神の秘書、すなわちヒエログリフ職者にして微暴録者である。ところで後で見るように、パイドロスの中でタモスがエクリチュールの貧しい価値を非難するのは他でもない。エクリチュールというパラマコンは、ヒポムネーシス、再記憶、再収集、一時預け、書き留めることによってはとっては良いが、無名名、認識する、生き生きとした記憶にとっては良くないということを明らかにすることによってである。その続きのところでは、オシリス神話軍において、トートはオシリスの職にして会計係であって、その時トートはこれを忘れてはならない。オシリスの兄弟とみなされる。そこではトートは、ファラオの事務局においてとても重要だった職たちの手本にしてパトロンとして表彰されている。太陽神が宇宙の主人であるならば、トートはその大地の管理、その宰相であり、小舟に乗った神の傍らに控えて報告をするものである。書物の王であるトートは神の御言葉を書き留めることによって、それを記録することによって、その勘定簿をつけ、その預け物を守ることによって、神の御言葉の主となる。トートの連れ合いもまた書く。その名、セシャとはおそらく書く女という意味である。図書館の女主人である彼女は王たちの偉業を記録する。セシャとは掘り刻む能力を持つ最初の女神であって、彼女は王たちの名をヘリオポリス神殿にある一本の木に刻み込み、そしてトートが目盛りのついた杖でもってその年を計算するのである。また多くの神殿の朝浮き彫りに描かれた王の任命式の場面もよく知られている。ワニなしの木のもとに王が座り、トートがとセシャトが王の名を聖木の葉に書き込むのである。そして死者たちの審判の場面も有名である。トートは地獄で、オシリスの面前で、死者の心臓、魂の重さを書き留める。というのも、エクリチュールの神はまた言うまでもなく死の神でもあるからだ。忘れてはならないが、パイドロスの中でのパルマコンの発明は次のようなトゲでも非難されることになる。すなわち、それは生きた言葉を息切れした記号に置き換えるものだ。思い上がって、ロゴスの生きた生の源泉である父なしで済まそうとすることだ。命を失った彫刻や絵画と同じように自分の保証人を持たない、トートーと。すべてのエジプト神話軍において、トートーは死の組織を司っている。エクリチュール、数字、計算の主は、死者の魂の埋め方を記録するばかりではない。彼は何よりもまず生の日々を計算し、歴史を数え上げてしまっているだろう。彼の算術は神の伝記に描かれる諸々の出来事をも覆い尽くす。彼は神々と人間たちの生の持続を測量するものである。彼は葬儀を取り仕切る蝶のように行動するのであり、そして彼はとりわけ死に化粧の仕事を引き受けるのである。時には死者が食の代わりをする。そしてこの場面の空間の中で死者の席はトートに帰着する。並び立つピラミッドの上に一人の死者の天国の物語を読み取ることもできる。一体彼はどこに行くのかと、死者を角で脅す一頭の大きな王子が尋ねた。ついでに言っておけば、ラーの代理表彰である夜行性動物としてのトートの別名は、星々の中の王子である。彼は生の活力に満ちた天に昇り、彼の父親に会い、ラーを熟知するのだ。そして恐ろしい動物は彼を通した。棺の中の死体の横に置かれる死者の書には、死体が外に出て、日の元に至ること、太陽を見ること、これを可能にするはずの文句がそこに特に含まれていた。死者は太陽を見なければならず、死はそうした対面の条件であり、さらにはその経験でさえある。パイドンのことが思い起こされるだろう。父なる神は死者を自らの小舟に迎え入れ、自分自身の天国の食器を管理して死者をその代わりに置くことさえある。その結果、死者が判決を下し審判者となり、そして自分よりも偉大なものに命令を与えるのである。また死者は端的にトートと同一化することもある。彼は端的に神と呼ばれる。彼は神々の中でも最強の神であるトートなのだ。息子と父、神獣と王、死と生、エクリチュールとパロール等々の階層対立は当然のことながら夜と昼、西と東、太陽と月といった階層対立によってその体系を完結させる。ラーの代理表彰である夜行性動物、星々の中の王子である等々は西の方角を向いている。月といった意味にせよ、月の保護者であるにせよ、等々は月の神である。
以上のような特徴の体系は独特の論理を作動させる。すなわち、唐とは、唐との形式はその他者、父太陽、性、話し言葉、パロール、起源、東などに対立するが、しかしそれはその他者を代表しながらのことである。唐との形式を反復することによって、あるいは代わりとなることによって、場を保持することによって、自らを付加し、対立させるのである。と同時に、唐との形式は形をなす。すなわちそれが抵抗すると同時に交代する相手から自らの形態を得るのだ。したがって、唐との形式は自分自身に対立するのであり、自己の反対物へ移行するのであって、この使いの神はまさしく対立者間の絶対的移行の神である。この使いの神が同一性を持つとしたら、だが彼はまさしく非同一性の神であるが、この神は後で我々が新たに移行することになる対立の一致であるだろう。唐とは自分の他者から自分を区別しながらもその他者を模倣し、他者の記号にして代理表彰者となり、他者に従い、自らを他者に合わせて形作り、他者の代わりをする。必要とあれば暴力をもってして、従って唐とは父の他者であり、皇太の父にして皇太の転覆運動である。つまり、エクリチュールの神は自分の父でもあり、息子でもあり、自分自身でもあるのだ。エクリチュールの神は才の戯れの中で一個の固定した席を割り振られるがままにならない。それはヘルメスのように狡猾で捉えがたく、仮面をかぶった者、陰謀家、いたずら好きであって王でも重僕でもない。むしろジョーカーのような存在であり、遊戯に遊びを与える。遊戯を作動させる手持ちの納期、シニフィアン、修正的なカードなのだ。この蘇りの神が関心を抱くのは、生あるいは死に対してというよりも、生の反復としての死と死の反復としての生に対してであり、生の目覚めと死の再会に対してである。この神が発明し、そのパトロンともなっている数が意味するのはこのことである。トートは大砲の足し算の中で全てを反復する。太陽の大砲者であるトートは、太陽と別のものでありながら太陽と同じものである。善と別のものでありながら善と同じものである。うんぬん。自分のものではない席、死者の席とも呼び得る席を常に占めながら、唐とは固有の場も固有名も持たない。唐との固有性は非固有性の中にあるのであって、すなわち代替と遊戯を可能にする、浮遊する非決定性にある。唐とはまた遊戯の発明者でもあるが、プラトンその人もこのことを指摘している。サイコロ遊びとスゴロクは唐とに比されている。唐とは弁証法の媒介運動であると言いたくなるかもしれないが、唐とは弁証法の運動を模倣しているのであって、何らかの最終的成就や終末論的再本来化の中で、弁証法の媒介運動が完成することを、このアイニカルな大学二重化によって際限なく邪魔するのである。唐とは厳然的であることは決してない。唐とはどんな場所でもにも生身であられることがない。唐とにはいかなる現存在も固有のものとして所属していないのだ。唐との全ての行為はこうした不安定な両義性の刻印を帯びているだろう。計算の算術の合理的学知のこの神は神秘学、占星術、錬金術をも司る。それは大海を沈める呪文の神であり、秘密の物語や隠されたテキストの神である。初期法ばかりでなく暗号文の神でもあるヘルメツの原型なのだ。学士と魔術、生死の間に行こう、悪と欠如の大法、医術は唐との特権的な分野でなければならなかった。彼の全ての権力は医術に集約され、そこで振る舞われていた。生を終わらせることのできるエクリチュールの神はまた病人を治す、そして死者を抑えます。ワニの上に乗ったホルスの石碑には、母親の不在中に蛇に噛まれたハルシエエシス、ホルスの幼名を治療するために、神々の王がトートを使わす様子が描かれている。従って、エキルチューの神はエジスの神である。この場合、エジスとは学であると同時に飛躍でもある。治療薬にして毒、エキルチューの神はパルマコンの神でもある、神である。そしてこの神はパイドルスの中で調和のごとき怪しげな研究者で王に紹介するのは、まさにパルマコンとしてのエキルチューなのである。4. 薬物イコール魔法の薬、パルマコン。こうした悪徳に対しては、立法者は個々の事例においてパルマコンを見つけなければならない。2つの相反するものと一遍に戦うことは難しいという古い格言は正しい。病やその他の多くの悪はそのことを証明している。法律 919B。プラトンのテキストに戻ろう。とはいえ、我々がプラトンを離れたことがあると仮定すればであるが、そこではパルマコンという単語は一連の意味の連鎖の中に捉えられている。この意味の連鎖の戯れは体系的であるように見える。だがこの体系はプラトンという名で知られている著者の意図の体系で単にあるのではない。とりわけこの体系は言わんとすること、意味すること、言おうと意思することの体系であるのではない。調整された連絡、コミュニケーションが確立されるのは言語の戯れのおかげであり、単語の様々な機能の間において、そして単語のうちにあっては文化の様々な堆積物ないしは領域の間においてである。プラトンはこうした連絡、こうした意味の老化のことを故意に自分の意思でそれらの戯れを活用しながら、はっきりと宣言し、解明することもある。故意にという単語が我々は引用符にくくったが、その理由は、
この単語が1個の所有の言語、ラングの必然性に従属する様態を指し示すに過ぎず、そうしてそれらの意思と従属という対立の格上のうちに留まっているからである。そうした概念はいずれも我々がここで標的とする関係を翻訳することはできない。プラトンはまた別のケースでは、こうしたつながりを見ることなく、それらを日陰の中に取り残したり遮ったりすることもある。しかしながらそうしたつながりはおのずと作用しているものなのだろうか。プラトンの意に反して、プラトンのおかげで彼のテキストの中で、彼のテキストの外で、そうだとすると一体どこでか、彼のテキストと言語ラングとの間でか、どのような読者に向けてか、どのような契機においてか、こうした問いに対する原理的かつ一般的な答えは徐々に不可能になっていくように我々には思われる。そもそも問い自体の立て方がどこか良くないのだ。問いを構成する概念の一つ一つがそこで信任されている諸対立の一つ一つがうまく立てられていないのだ。という不信がわけだろう。プラトンがいくつかの文章、意向、パサージュを実行しなかった。さらにはそれらを中断したりしたのは、そうした文章、意向を分かってはいたけれども、実践に移さなかったからだとこう考えることはいつも可能だろう。しかしこうした言い方は意識と無意識、意思と無意識との対立といった、言語、ラングとの関係を扱うには極めて粗雑な道具立てに頼ることを一切やめたときにしか可能ではない。パロール、あるいはエクリチュールとラングとの対立についても、この対立がそうした粗雑な範疇に依拠せざるを得ないというのであれば、これは頻繁に起こっていることである、同様である。この理由だけでもパルマコンのイミネンサの全体を構成し直すという我々の作業にとって妨げであるかもしれない。どんな絶対的な特権を持ってしても、パルマコンのテキスト系を絶対的に支配することはできない。しかしながらこの限界の位置をある程度ずらすことができるし、ずらさなければならない。この位置ずらし、デビラプスマンの可能性、位置ずらしの力は多様な性質を持っているが、ここではこの見出しを数え上げるよりも、むしろ歩きながらアキリチールのプラトン的問題圏を通して、位置ずらしのいくつかの効果を算出するように努めてみよう。エジプト神話における塔との継承、そしてプラトンのテキストと呼ばれているものから検出される概念の哲学層の隠喩の神話層のある種の組織、この両者の間の対応関係を我々は辿ったところである。パルマコンという単語はこのテキストの中で、こうした対応関係のすべての意図を結び合わせるのに極めて適していると我々には思われた。今、パイドロスの次のような文言を、相変わらずロバンの翻訳で読み直してみよう。テウトは言った、王様、この文字というものを学べ、この文字というものを学べば、エジプト人たちの知恵は高まり、物覚えは良くなるでしょう。記憶力と知恵はその治療薬を生み出したのです。確かにパルマコンの治療薬、有益な薬と記す、訳す、通常の翻訳は不正確なわけではない。パルマコンという単語は治療薬を意味することができるし、その作用のある表面においては、意味の曖昧さを消去することもできるが、そればかりではない。さらに、テウトの表向きの意図が自分の産物を売り込むことにある以上、明らかに彼はパルマコンという単語をその奇妙で不可思議な軸において回転させ、パルマコンの両極のうちの一方の極、安心感を与える方の極においてのみ提示しているのだ。この技術は有益であり、それは生産し、修復し、蓄積し、治療し、知を増大させ、忘却を縮減する。しかしながら、治療薬という翻訳がギリシャ語の外に出てしまうと、パルマコンという単語の中に保留されている他方の極を抹消する。治療薬という翻訳は、両義性の潜在的資源を無に帰すのであって、コンテキストの理解を不可能にするとは言わないまでも困難にする。薬、さらには医術という単語とは違い、治療薬という言葉は、学技術の治療上の因果の透明な合理性を告げるのであり、制御しにくい効果を持ったある力の魔術的な効力への域をテキストから排除するのである。すなわち主人主体として操ろうと欲する者にとって常に驚きであるデュナミスへの域を排除するのだ。ところで一方ではプラトンはエクリチュールを一種の隠れた力として従って怪しげな力として提示しようと躍起になる。エクリチュールは絵画と同じようなものであり、プラトンはさらに進んだところでエクリチュールを絵画に例えている。騙し絵、そして未明室一般の諸技術と同じようなものだという。占い、記述者たち、魔法使いたち、呪術師に対するプラトンの警戒心もよく知られている。特に法律では彼らには恐ろしい刑罰が割り振れられている。後でも思い出さなければならないある捜査に即して、プラトンは彼らを社会空間から排除し、通報し、切除することを奨励する。それも自由のやり方で。すなわち一つには彼らが、もはや自由人たちの訪問を受けられず、単に食料を運んでくる奴隷にしか会えないようにする牢獄によって、もう一つは墓を剥奪することによってである。彼が死んだら、その死体を領土の境界の外に墓もなく放り出すこと。埋葬に手を貸すような自由人がいようものなら、訴訟を起こしたいと思うものによって、不敬虐罪で訴追されるようにすること。第10巻 909BC。
他方で王の反論はパルマコンの有効性を逆転して悪を治療するのではなく悪化させる恐れがあると仮定する。もっと正確に言えば王の返答が意味するところはテウトがエクリチュールの真の効果と反対のことを策略としてあるいは素朴さからひけらかしたということで、テウトは自分の集めを売り込むためにパルマコンの本性を歪曲しエクリチュールが成し得ることと反対のことを言ったのだというのだ。テウトは毒を治療家だと思わせたのである。したがってパルマコンを治療薬と翻訳することはテウトがさらにはプラトンが言わんとすることよりも、テウトが王を欺きながら、かくしてテウトが自分自身を欺きながら語っているという王の主張の方を、むしろ尊重することだろう。そうすると、プラトンのテキストは王の反駁をテウトの品の論理と考えて、テウトの品の真理として与え、王の言葉パロールをエクリチュールの真理として与えるのであるから、治療薬という翻訳はテウトの素朴さあるいはペテンを太陽の視点から強調することになる。おそらくテウトはこの視点から2つの対立する価値の間の連絡を自分の都合の良いを中断することによって、単語の曖昧さを巧みに利用したのである。だが王はこの対立する2つの意味の連絡を復元するが、翻訳はそれを説明しない。とはいえ2人の対話者は彼らが何をしようと、それを望もうと望む前と、同じ納期シンフィアの統一性の中に相変わらず留まっている。彼らの言説はその中で戯れているのであり、そのこの戯れはもはやフランス語では表現できない。治療薬という単語はおそらく医術や薬以上にギリシャ語でその単語が持っている他の用法への潜在的、力道的、デナミス的な参照を消去してしまう。こうした翻訳が破壊するのはとりわけ、我々が後でプラトンのアナグラム的エキリチュールと呼ぶようなものである。治療薬という翻訳はプラトンのアナグラム的エキリチュールにおいて同じ単語が異なった場で異なった機能の間で織りなす諸関係。潜在的にだが必然的に引用の関係を中断する。ある単語がその同じ単語の別の意味の引用として書き込まれるとき、言い換えればパルマコンという単語がテキストの表舞台では治療薬を意味しながらも、同じ単語の中の他の場で舞台の他の深度において意味するもの、つまり毒。これも一例である。というのもパルマコンはもっと他のことを意味するから、引用し、暗唱し、再引用し、読むべき与えるとき、そうしたとき翻訳者がこうしたフランス語の単語のどれか一つだけを選択することは、その第一の効果として、引用の戯れ、アナグラムを無力化し、中性化し、極論して端的に言えば、翻訳されるテキストのテキスト性を無力化するのである。おそらくは対立する価値の間の移行をこのように中断すること、それ自体が、すでにプラトン主義の一効果であり、翻訳対象となっているテキストにおいて、すなわちプラトンと彼の言語との関係において、すでに始まっている働きの結果なのであって、このことを明らかにすることもできるだろうし、我々は叱るべき時が来れば、その証明を試みようと思う。その提案と先の提案との間に矛盾は一切ない。テキスト性は諸々の際から社員の際から構成されているのであるから、それは本性上絶対的に異質なものであり、テキスト性を無に帰す傾向を持つ諸勢力と絶えず折り合いつつ構成作業をするのだ。したがってこの2つの勢力ないし、2つの虚釈の構成を受け入れ、この構成を追跡し分析する必要があるだろう。この構成はある意味でこの城の唯一の次第でさえある。プラトンは一方では同じ1つの単語の相反する2つの意味の間のこの移行に対して、不寛容な真理論理の決定を前面に押し出す。そうした意向は対立物の単なる混同、交代、問答法、弁証法とは全く別物であることが後で判明するだろうが、そうであればこそプラトンはこの意向に対する不寛容な論理の決定を押し出すのだ。しかしながら他方ではもし我々の読解が拡張されるのであれば、パルマコンはそうした決定の特殊な環境を成している。すなわち決定に先立ち、包含し、はみ出す脅威を成している。パルマコンは決してそうした決定に還元されるがままにならず、ギリシャ語のテキスト及びプラトンのテキストにおいて作用する唯一の単語、あるいは納期装置、シニフィアン装置から切り離すことができない。したがってプラトンのギリシャ語を相続し受託した西洋啓示条約の諸言語におけるあらゆる翻訳は、パルマコンに対してそれを暴力的に破壊する分析効果を及ぼす。この分析効果はパルマコンによって可能となった事後のものから出発して逆説的にパルマコンを解釈することによって、パルマコンをその単一的な諸要素のうちの一つに縮減するのである。したがってこのような解釈的翻訳は暴力的でもあり無力でもある。それはパルマコンを破壊するが、それと同時にパルマコンに到達することを自己に禁じ、そうしてパルマコンを貯蔵庫の中に手つかずのままに放置するのである。そうして治療薬という翻訳を受け入れるわけにも単に拒絶するわけにもいかない。たとえそのように翻訳することによって理性的な極と称賛しようとする意図とを救い、医学あるいは医術の予期しようという発想を救うことができると信じたとしても、言語によって欺かれるがままになる可能性は依然として大いにあるだろう。プラトンによればエクリチュールは治療薬の価値を持つのと同じぐらい毒としての価値も持つのだ。
サモスが侮辱的な判決を下す、まさにそれ以前のところで、治療薬とはそれ自体において不気味なものなのだ。実際、薬がもっぱら治療目的に使われる場合にせよ、また良い意図で用いられ、それ自体効果的であるにせよ、プラトンはパルマコン全般に権威をかけているということを知らなければならない。副作用のない治療薬はない。パルマコンは単純に有益ではありえない。それは2つの理由から、また異なる2つの進路においてである。まず何よりもパルマコンが有益な放出ないし効力を持つからといって、パルマコンが苦々しいものであることに変わりはないからだ。プロタゴラスではパルマコンは良いと同時に苦痛に満ちたものでもあり得る事物の中に分類されている。相変わらずパルマコンはピレポスでも言及される混合物として把握されている。混合物というのは例えばヒビリスのことであり、すなわち暴飲暴食をする者たちは快楽のあまり狂人のような叫び声を上げるが、そうした快楽に見られるあの暴力的な節度なき感情のことである。それは回線患者が肌をかくことによって、まだ他の治療薬を使わずに同様の処置によって与えられるような束の間の安堵である。病とその鎮静化に結びついたこうした痛々しい矜持は、パルマコンそれ自体である。こうした矜持は善と同時に悪、快と同時に不快という性質を持つ。あるいはむしろそうした対立が形を成すのは、その塊において、ね、であると言うべきか。次に、普通を超えたその最も深いところで、パルマコンによる治療は、それが人工的であるがゆえに本質的に有害である。この点でプラトンはギリシャの伝統に従っており、もっと正確に言えば、コースの医者たちに従って、パルマコンは自然の性を邪魔する。病に全く侵されていない性にとってばかりでなく、病気になった性にとっても、あるいはむしろ病気の性にとっても妨げである。というのも、プラトンは病気の自然的な性というのを、こう言っておければ病気の正常な発展というものを信じているからだ。手前様子において自然な病気はそれに固有な規範と形態に即して特殊なリズムと分節に即して自己展開させておかなければならない生態と比較されている。思い出してほしいがパイドロスにおけるロゴスのようだ。したがってパルマコンは病気の正常で自然な発展から逸脱するがゆえに生けるもの全般の敵なのである。それが健康な性である病気の性である。エキルチュールがパルマコンとして提示されるとき、このことを思い出さなければならないし、プラトンは思い出すようにと我々に促すのである。性に反するエクリチュール、パルマコンと言っては、病悪を転移させ、さらには刺激することしかしない。以上がエクリチュールに対する王の反論の論理的図式だろう。記憶を逮捕するという口実でエクリチュールはさらに忘却を推し進める。知を増やすどころかエクリチュールは知を縮減するのだ。エクリチュールは記憶の欲求に応えるものではなく、脇にそれるのであって、無名名を強固にするのではなく、ヒポムネーシスのみを強化する。つまりエクリチュールは全くパルマコンのように作用するのだ。そして我々が今から対しようとする2つのテキストにおいて、老症の声式構造が全く同じであるとしよう。またこの2つのケースにおいて、肯定的なものを採出し、否定的なものを無にするとみなされるものが、否定的なものの諸効果を転移させると同時に多数化することしかせず、そうしてその原因だった欠如を増殖させるとしよう。もしそうだとしたら、この必然性は例えば、ロバンがあるときは治療薬に、あるときは麻薬に分割してパルマコンという記号の中に含まれているのだ。我々はパルマコンという記号とまさに言った。そういうことによって我々は、ある脳基神秘案と、ある職的神秘概念が、不可分のまま問題になるということを表記したのである。A、手前をさ、その最初の数ページから外に、エクリチュールとパロールとの距離の中にあるが、また同様にエジプトとギリシャとの距離の中に分かたれてもいる。あなた方ギリシャ人は相変わらず子供だ。ギリシャ人は決して年老いていない。それに対してエジプトでは、古の時代から全てが書かれている。この手前もにおいて、プラトンは、身体の運動の中でも最良なものは自然な運動であり、自然発生的に内部から、それ自身のうちに、それ固有の活動によって生まれる運動であることを証明する。ところで、身体の運動の中で最良なものは、それ自身のうちに、それ固有の活動によって生まれる運動である。というのも、それは英知の運動と全体の運動に最もかなったものだからである。他の原因によって引き起こされた運動は、それよりも悪い運動である。だが、すべての運動の中でも最悪なものは、外部の原因の作用によって、横たわり休息している身体を部分的に動かす運動である。故に、身体を巡回し、配備するすべての手段の中で最良なものは、体操の訓練によって獲得されるものである。それに続く2番目に良い手段は、船が我々に伝える律動的な揺れ、あるいは何らかの仕方で疲労なく我々が運ばれるときの律動的な揺れのうちにある。第3の形態は、それを用いざるを得ないときには極めて有用なこともあるが、
良識ある人なら必要のない場合は決して使ってはならないものであって、それは浄化作用のある薬を使った薬物治療である。というのも大きな危険がないときには、病気を治療薬によって刺激してはならないからである。実際に病気の構成はある意味で生体の本性に似ている。ところで生きる存在の構成はそれぞれの種においてある特定の性の起源を持っている。それぞれの生物は必然性から生じる事故を別にすれば、運命によって割り当てられた一定期間の生存を自分自身のうちに持って生まれてくる。病気の構成も同様である。薬の作用によって病気をその定まった期限より前に終わらせることができるとしても、そうした場合、軽い病気からもっと重たい病気が生じてきてしまうのであり、また数少ない病気からさらに数多くの病気が生じてきてしまうのである。だからこそこうした類のことはすべて、その余裕がある限り、管理規則によって享受されなければならず、薬を飲むことによって気まぐれな病を刺激してはならないのである。以下の点に気づくことだろう。1. パルマコンの有害さが告発されるのは、コンテキストの全体が毒よりもむしろ治療薬という翻訳に権威を与えるように見える、まさにその瞬間においてである。2. 聖者の自然な病気はその本質においてアレルギーとして、すなわち異質な要素からの攻撃に対する反応として定義されている。そして身体の自然な性はそれ固有の内省的な運動にしか従ってはならない以上、必然的に病気の最も一般的な概念はアレルギーであるということになる。3. 健康は自律的であり、自動的であると同じように、正常な病気もその持続体制を示す。その際、病の場所をずらして、場合によっては抵抗地点を強化し多数化するような転移性の反応が、薬による攻撃に対立させられる。正常な病気は自己防衛するのだ。そのようにして、大保の諸拘束を免れ、パルマコンの余計な病原性を免れることによって、病気は我が道を行くのである。4. こうした図式は、聖者は有限である。その病もまたということを含して。つまり、聖者はアレルギーという病の中で、自己の他者と関係を持つかもしれないということ。聖者の持続が限られているということ。死が聖者の構造の中に、その構成的な三角形の中に既に書き込まれ、定められているということ。こうしたことが含意されている。実際、原理からして、各々の種の構成的な三角形は、所要の時間の起源、そこを超えて性がそれ以上続けない起源に至るまでは、十分なものであるという特性を持って作られたのである。聖者の不死性と完全性はいかなる外とも関係を持たないという点に存する。それが神のケースである。神にはアレルギーがない。身体やそれと類比的に魂が問題になるとき、しばしば結びつけられる健康と徳は、常に内部から発する。パルマコンとは常に外から襲来し、外それ自体のように作用がするがゆえに、決してそれ固有の定義づけ可能な徳を持たないものなのだ。しかし、境界、つまり三角形を維持しながら、いかにしてこの大法的な寄生物を除外すればよいのか。B、以上の体系だった4つの特徴は、パイドロスにおいて王がエクリチュールというパルマコンを貶め、軽んじるときに再現される。したがって、ここでもまたパルマコンという単語を政権にも一つの隠喩として受け取ってはならないだろう。隠喩の可能性にその謎の力の全体を残しておくのなら話は別だが。今や我々はタモスの反応を読むことができるだろう。そして王は答えた。必須べきものなき技術の王、帝都よ。一個の技術のあり方を生み出すことのできる人間と、それを使う人々に技術がどのような害と益をもたらすかを判別する力を持った人間とは、別々のものなのだ。今もあなたは文字の生みの親として愛情にほだされ、文字の実際の効能とは正反対のことを言われた。というのも、人々がこの文字というものを学ぶと、記憶の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には忘れっぽさが植え付けられるだろうからだ。実際彼らは書かれたものを信用するようになって、ものを思い出すのに自分自身の力で内側からするのでなく、自分以外のものに彫り込まれた刻印によって外側から思い出すようになるのだ。つまり、あなたが発見した治療薬は記憶のためのものではなくて、早期のためのものなのだ。知恵について言えば、あなたが教え子たちに提供するのは知恵の似姿であって、知恵の真実ではない。彼らはあなたの助けのおかげで教えを受けなくても物知りになるため、多くの場合は本当は何も知らないでいるのに、見かけだけは非常な博識家であると思われるようになる。さらには知者であるから知者であるという思い込みだけが発達するため、彼らは鼻持ちならない人間になるだろう。274E から275B。このようにパロールの父である王は、ネクルチュールの父に対する自己の権威を主張した。しかも、厳格なやり方で、テウトは彼自身の子供たち、すなわち彼の文字たちと名前寛大さでもって結ばれていたが、王は息子の立場にある者に対してそうした甘い態度を示さない。タモスは畳みかめ、次々と堀を積み重ね、明らかにテウトにいかなる希望も残そうとしない。タモスの言うように、エクリチュールが期待されていたのとは、逆の効果を生み出すためには、
このパナマコンが実際に使ってみると有害であると判明するためには、その効能、その潜在的な力、デナミスが曖昧でなければならない。これはプロタゴラス、ピレポス、テアマイオスでパナマコンについて言われていたことと同じである。ところでプラトンはこうした曖昧さを王の口を通じて制御したがっており、単純かつ断定的な対立の中でその定義を支配したがって、すなわち善と悪の内と外、真と偽、本質と外見といった対立の中で、王の判決理由を読み直してみれば、そこにはこうした対立の系列がまたもや見られるだろう。この対立の系列はパラマコン、ヴィクルチルと言ってもよいが、堂々巡りするしかないように設定されている。ヴィクルチルが記憶の内部から記憶自身の運動によって真を認識する手助けにすることによって有益であるとしても、それは外見上のことなのだ。本当にエクルチューブは本質的に悪であり、記憶にとって外的なものであり、知でなく奥見を算出するものであり、真理ではなく外見を算出するものである。パルマコンは外見のたわむれを算出しては、外見のたわむれに都合のいいように自分を真理として通用させる。うんぬん。とはいえ、ピレボスやプロタゴラスでは、パルマコンは苦々しいものであるがように、たとえそれが有益であっても悪しきものとされていた。それに対して、ここテマギノスやパイドロスでは、パラマコンは本当は有害でもあるにかかわらず、有益な治療薬のふりをして、つまり悪い曖昧さが良い曖昧さに対しされ、嘘の意図が単なる外見に対しされているのである。エクルチュールのケースは重症なのだ。エクルチュールは系列化されたあれこれの対立に基づいて施行されていると、そういうだけでは十分ではない。プラトンはエクルチュールを施行しているのであり、すなわち対立する自体に基づいてエクルチュールを理解し、支配しようとしているのだ。あれらの相反する価値、善悪、真理、本質外見、内外等々が対立し得るためには、そうした諸行のそれぞれが他方に対して端的に外的であるのでなければならず、言い換えれば、これらの対立のうちの一つ、内外の対立がおよそ一切の可能な対立の母系として、すでに侵入されているのでなければならない。体系あるいは系列内の諸要素のうちの一つが体系性あるいは系列性の一般的可能性の価値をも持つのでなければならない。次のように考えるとしたらどうだろう。すなわちパラマコン、あるいはエクルチュールのような何かがこれらの対立によって支配されるどころか、それらに包含されるがままにならずに、それらの対立の可能性を開くのだとしたら、またエクルチュールあるいはパラマコンのごとき何かから出発してのみ、内と外との奇妙な差異が告知されるのだとしたら、したがってパラマコンとしてのエクリチュールはそれが位置づけるものの内部に存在するある立地を単に割り当てられるがままになるのではないとしたら、エクリチュールはエクリチュールに基づいて決定された諸概念のもとに包摂されるがままにならないとしたら、なおも自分自身に由来することでしかエクリチュールを支配することを望み得ない論理に、エクリチュールは自らの幽霊、ファントムのみを委ねるのだとしたら、もし以上のようであるとすれば、もはや単に論理とか言説とか呼ぶこともできなくなるものを、いくつかの奇妙な運動へと折り曲げ、従属させなければならなくなるだろう。不用意にも、今我々が幽霊と名付けたものが真理から、現実から、生きた肉などから、もはや同じような安心感を持っては区別されないのだから、なおさらである。ある意味で幽霊を残すということは何も使わないことであると、今の場合はそう認めなければならない。このささやかな練習だけで次のように読者に警戒を呼びかけるには十分だったかもしれない。本論で素描されているプラトンとの対決的説明は、注釈の騎士のモデルを既に逸脱しており、ある体系を系譜的あるいは構造的に再構成しようというモデルを逸脱している。この再構成が意図としては、プラトンを立証するのであれ、反駁するのであれ、確証するのであれ、転覆するのであれ、またプラトンへの回帰を遂行するのであれ、カウア・イレインをなおもプラトン化するやり方でプラトンを散歩に送り出すのであれ、ここでなされているのはそれとは全く別のことである。それでもあるのだが、まあ、やはり全く別のことである。疑うのであれば前の段落が読み直されたり、そこでは古典的な読解の全てのモデルがある一点において、すなわちそうした古典的読解が系列の内部に所属するその点において、超過されている。もちろんこの超過は系列の外に単純に出ることではない。我々はそうした虚飾が系列の一範疇に舞い戻ってしまうことを知っているからだ。超過とは、だがそれをなおも超過と呼ぶことはできるだろうか。系列のある種の転移でしかない。さらにそれは対立の系列における、さらには対立の弁証法によるある種の折り目。我々はこれを後で再表記、リマーク、注目を引くもの、中期と名付けることにする。である。我々はこの折り目をすぐさま逸することにはなしには、それにを形容したり名付けたり、単一の概念のもとで理解、包含することがまだできない。初期的、シニフィア的概念の同一性に関わるよりも、むしろ諸々の際、
後で見るように見せかけに関わるようなこの機能上の転移、これを作り出さなければならない。この転移は書かれるものだ。自らを書く。したがってまずそれを読まねばならない。王の言うように、また太陽の下では、リグリチュールはそれに着せられる効果と逆の効果を生み出すのだったとしたら、すなわちパルマコンが有害であるのだとしたら、それはテマイオスの場合と同じように、パルマコンがここの出ではないからである。パルマコンはあちら側から到来するのであり、外部のもの、あるいは違法のものなのだ。すなわち内部のここそのものである聖者にとって、あるいはパルマコンによって助けられ、囚われると言われるところの像へ、ゾーン、生命としてのロゴスにとって、外部の違法のものなのだ。ここではエクルチュールの刻印、テュポイは、テトスにおける仮説とは違って、魂の牢板の内部に浮き彫りとして書き込まれているのではないし、そのようにして、心の性の自然発生的、土着的な運動に応答しているのでもない。エクルチールというテクニを手にする者は、自らの思考を外部に預かり書に、すなわち所持版にべったりと書き付けた物理的、空間的、表層的な表記に、委ね託すことができると知って、エクルチール技術に頼りきるようになる。彼はテュポイがそこに存在 し現存在し続けている限り、自分が不在にしても良いのだと。テュポイが彼への奉仕を続けている限り、テュポイのことを忘れても構わないのだと、そう思うようになる。たとえエクルチールの使用者がテュポイのことを忘れたとしても、テュポイは使用者を代理表彰、リプレゼントするだろうし、たとえ使用者がテュポイに命を吹き込むために、もはやそこに存在しなくなったとしても、テュポイは使用者の言葉を運び続けることだろう。たとえ使用者が死んだとしても、そこにそしてパルマコンのみが死に対するこの権力を占有するというばかりでなく、このことは間違いない。パルマコンが死と共謀してこの権力を占有するのだ。したがってパルマコンとエクリチュールは常に生きるか死ぬかの問いなの。テュポイは代理物、レプレザンタンであると、すなわち不在の心的なものを物理的に代表するものであると、概念上の時代錯誤なしに、つまり重大な読み間違いなしに言うことはできるだろうか。むしろこう考えなくてはならないだろう。すなわち書かれた痕跡は生きていないのだから、それはもはやピシスの秩序に属してさえいないと。書かれた痕跡は見栄えるのではない。そこですが、すぐさま言うように、足によって種をまかれてしまったことになるものは芽生えるのではない。それと同じだ。無念名のうちではプシス、自然とプシケ、心とは対立しないのだが、書かれた痕跡はそうした無念名の自然で自律的な組織に暴力を働く。エクリチュールがプシスに所属するとしても、それはプシスのある契機の大手のこと、すなわちヘラクレートスの言うように、自己の現れの算出というプシスの真理は、地下の骨とクリプトに対比することを好むという、そうした必然的な運動においてのことではなかろうか。暗号文クリプトグラムとは、情報法の命題をただ一つに凝縮したことなのだ。したがって王の言葉パロールをうなめにするなら、エクリチュールのパラマコンがやってきて催眠術をかけるのは、こうした記憶の性に対してである。エクリチュールのパラマコンは記憶の性を魅了し、そうして記憶の性を己の外に連れ出し、記念碑の中に眠り込ませてしまうのである。記念碑は諸々のタイプ、ティポイの高級性と独立性を信頼して眠り込むだろう。そうして記憶が存在者たちの真理の間近に自己をしっかりと立たせることをもはやしなくなり、すなわち真理の間近に自己を集中させ、そこに厳然していることをもはや絶望しなくなるだろう。記憶は自分の使用たちによって、自分自身の記号によって、知の補完と監視を託された類型によって石化され、霊て、忘却に飲み込まれるがままとなり、忘却と非知に侵食されるがままになろう。ここで記憶と真理とを切り離してはならない。アレティや真理の運動は徹頭徹尾無念名の展開である。それは生きた記憶の展開であり、すなわち自己自身に現存する限りでの心の性としての記憶の展開なのである。霊体側の力は死や非心理や非知といった分野を同時に拡大する。故にエクリチュールは少なくとも魂を忘れっぽくさせる限りでのエクリチュールは、命なきものと非知への側でと我々の向きを変えてしまうのである。しかしエクリチュールはその本質からして単純にまた厳然的に死や非心理と混同されるというわけにもいかない。というのもエクリチュールは本質あるいは固有の価値、それが肯定的なものであれ否定的なものであれを持たないからである。エクリチュールは見せかけの中で倒れる。エクリチュールはその類型の中で記憶値、真理などを真似る。そういうわけでエクリチュールの人間たちが神の眼差しのもとに出頭するとしても、それは知者としてではなく、実は自称知者としてなのである。これはプラトンによるソフィストの定義である。というのもエクリチュールに対するこの論告求刑は、まず何よりも奇弁術を告発しているからである。エクリチュールに対する論告求刑は、プラトンが哲学の名においてソフィストたちに対して開始した果てしない訴訟の中に書き込むことができる。エクリチュールに頼る人間、エクリチュールが保障する権力と地を鼻にかける人間、
タモスによって仮面を剥ぎ取られたあの外見を作ろうものは、ソフィストのあらゆる特徴を備えている。ソフィステスは、死者の模倣者と言っている。初期間と呼んでよいものは、小ヒッピアスで活者されたソフィストであるヒッピアスは、まるで兄弟のように似ている。ヒッピアスにまるで兄弟のように似ている。すべてを知り、すべてをなすことができると自分を誇るヒッピアス。そして何よりもソクラテスは2度にわたり、2つの対話の中でアイロニーを持って、このことを数え上げ、忘れたふりをするのであるが、記憶法に、あるいは記憶技術に誰よりも通じているヒッピアス。それはヒッピアスが最もこだわる能力である。ソクラテス。したがって天文学でも真実を言ったり欺いたりする人は同じ人間なのだ。ヒッピアス、それは本当のようだね。ソクラテス、それではヒッピアスよ。十分に時間をかけて全ての知識についても同じようにやってみたまえ。そして、全てが同じ事態ではないかを見てみたまえ。何せ君は全ての知識のどれについても最も巧みな人間なのだから。アゴラの両替屋の横で君が本当に羨ましいほど多彩な君の才能を数え上げていたとき、私は君があらゆる技術に通称していると自慢していたのを聞いたのではなかったかな。さらに君はこうも言っていたね。自分は死、様々な死、叙事詩、悲劇、熱狂的な叙情詩、その他もろもろ、どんな種類の散文でもいくらでも作ることができる。さらにさっき私が言った学問について、君はこう付け加えた。君は韻律、音楽形式、文法、その他の多くのことについて、私の記憶が確かならばよく知っているのだが、同じように誰よりも全ての技術についてよく通じていると。君が最も誇りにしているのはあの記憶技術だったね。私には手に負えない他の多くの人物にも君は誰よりも通じているんだろう。けれども私が言いたいことはここだ。君が所有している全ての技術、なんと数が多いのだろう。いや、他の事柄において、我々が今しがて一緒に確認した点から見ると、真実を語る者があざくむぐ者と異なるような同じの一つの技術、それが同じ一人の人間ではないような一つの技術を君は見つけたかね。巧妙さのすべての形態、テレンケテクだ。君が望む一切合切を考察してみたまえ。そんなものは見つけられないだろう。なぜってそんな技術は存在しないからだ。もしあるとすればその名を挙げてくれたまえ。ヒッピアス。ソクラテスよ、今のところそれは見つけられないね。ソクラテス、私の意見では君は永遠に見つけられないと思うよ。もし私が真実を言っているのなら、ヒッピアスよ、我々の検討の帰結を君は思い出すだろう。ヒッピアス、ソクラテス、君の言わんとすることがよく飲み込めないのだが。ソクラテス、それは君が君の記憶技術を活用していないからで。368AD。つまりソフィストは学問の起業や起床を売り物にする。それは記憶それ自体ではなく、単に記念碑、目録、記録資料、アーカイブ、引用、写し、コピー、物語、リスト、ノート、癖、年代記、系譜、参照文献に過ぎない。記憶ではなく記録書なのである。そのようにしてソフィストは金持ちの若者たちの要求に応じるのであり、そうすることがこの上ない称賛を浴びるのである。若い称賛者たちが彼の学問の最も見事な部分に耳を傾けるのに苦労はいらないと告白した後で、ソフィストはソクラテスに全てを語らざるを得ない。ソクラテスであれば彼らが喜んで、そして拍手しながら君に耳を傾ける主題が何であるか、私に教えてくれたまえ。私にはよくわからないから。ヒッピアス、系譜だよ、ソクラテス。英雄たちや人間たちの系譜だ。それにいろいろな都市のイニシエの創設にまつわる物語だ。一般的に言えば古代に関わる一切合切だろうか。だから彼らのせいで私にそうした問題の全てを研究し勉強しなければならなかった。ソクラテス、彼らがソロン以来の死生観のリストを知りたいなどと思っていなくて幸いだったね。ヒッピアス、そんなリストを頭に叩き込むのは大変な骨折りだったろうから。ヒッピアス、なぜだね、ソクラテス。50名ほどの名前を覚えるにはそれを一度聞けば十分だろうに。ソクラテス、そうだったね。記憶法は君の18番なのを忘れていたよ。大ヒッピアス 285DE。 実のところソフィストは全てを知っているふりをしているのであり、その博識は外見でしかない。したがってエキルチルもまた生き生きとした記憶ではなく、覚え書きに手を貸す限りにおいて真の学問とは異質なのであって、元来心のものである運動のうちにあるアナムネーシス、早期とは異質であり、その厳然、あるいは厳然一般のプロセスの中にある真理とは、すなわち論道法、弁証法とは異質なのである。エクリチューはただ単にそれらを真似ることしかできないのだ。ここで詳しい議論は省略するが、今日、そしてまさに今の場合にエクリチューを思考と
言葉はパロールの問いに結びつけるだけでなく、思考と言葉の問いを秩序づける真理の問い、あるいは真理の問いただしにも結びつける問題提起は、紀元術と哲学との衝突現場を表記する目印、概念の記念碑、戦場の遺跡、さらに一般的に言えばプラトン哲学が打ち立てた全ての控え壁、こうしたものを必然的に掘り起こさなければならない。とはいえ、その作業に限定されるわけではないが、多くの点で量や全体を見渡すわけではないある観点から見れば、我々は今日プラトン哲学の前夜にいる。もちろんそれをヘーゲル哲学の翌日と考えてもよい。この点において、フィロソフィア、エピステーメーは、エピリチュールのような何かの名において転覆されたり拒絶されたり、ブレーキをかけられたりするわけではない。まさにその反対である。しかしそれらは哲学ならば、見せかけと名付けるような関係に即して、真理のさらに繊細な超過に即して引き受けられると同時に全く単なる領域と定義されているのである。その全く単なる領域においては、馬体、ここでのこの名は参照指示のネットワークを丸々省いてくれるだろう。の言葉によれば、絶対値を真似ることはなおも可能ではあるだろうが、それは単に真似るだけなのだ。プラトン哲学とその最も近しい他者、キベンジスという姿をまとった他者との間に暴力的に書き込まれる最前線。それは二つの同質空間の間で張り詰めているような統一のある連続的なものでは全くない。その輪郭が次のような具合になっている。すなわち体系的な非決定によって互いの部分と立場が相互にその位置を頻繁に交代し、敵対者の形態を模倣し、敵対者の歩みを借りるといった具合である。したがってある種の相互転換は可能である。しかしこの相互転換が何らかの共通基盤に書き込まれなければならないとしても、不和は間違いなく内的なままにとどまるし、この不和からキベンジスとプラトン哲学の両者とは何か、全く単なるものが、キベンジスとプラトン哲学との相互地下の全体と共通尺度を持たない何らかの抵抗が、絶対的な影の中で再び芽生えてくるのである。上述の箇所で我々が信じ込ませてしまったかもしれないこととは反対に、エギリチュールに対する論告求刑は、キベンジスを第一標的とするものではない、と考える確かな理由もあるだろう。それどころか、エキルチュールに対する論告求刑が機敏率に由来するように見えるときさえある。痕跡を外部に抱くするのではなく、記憶を行使すること。これはソフィストたちの絶対的かつ古典的な進めではないか。すると、プラトンはここでもまた、彼がしばしばそうしているように、ソフィストたちの論拠を我が物にしていることになるだろう。ここでもまた、プラトンはソフィストたちの論拠をソフィストたちに対して突き返していることになるだろう。王の判決の後のさらに先のところでは、ソクラテスの言説の全体、後で我々はその網目を一つ一つ分析しているが、は、機弁術に由来する図式と概念から織り上げられている。したがって国境線の通過は綿密に認識する必要があるだろう。そしてこのプラトン読解がソフィストへ帰るという類のスローガンや合言葉によって鼓舞されているのでは全くないということも、よく理解する必要がある。例えば、どちらの場合でもどちらの陣営においてもエクリチールは権威の的にされており、記憶の覚醒が命じられている。つまり、プラトンが機弁術において批判の対象としているのは記憶への影響ではなく、そのような助けを借りることによって生き生きとした記憶を記憶補助文書に置き換えてしまうこと、有機的危機感を人工補填に置き換えてしまうことである。これは生身の獅子を事物に置き換えてしまう盗作。この場合で言えば、知の能動的再活性化、知の厳然的再生産を機械的で自動的な暗記に置き換えてしまう盗作なのである。内と外、聖者と非聖者との間の境界は、単にパロールとエクリチュールと分断するばかりではなく、厳然性を再生産する開示としての記憶と、記念碑の反復としての再記憶をも分断するのである。それすなわち、真理とその記号と、存在者と類型とを分断するのである。外は、今日我々が心的なものと物理的なものと呼んでいるものの継ぎ目で始まるのではない。そうではなく、胸面が真理の運動として自己の性の中で自己に厳然する代わりに記録文書によって逮捕されるがままになる地点。胸面が再記憶あるいは記憶の記号によって排除されるがままになる地点において始まるのだ。エキリチルの空間、エキリチルと死の空間が開かれるのは、こうした逮捕作用の暴力的運動において、胸面、記憶とヒポムネシス、覚書との際においてである。外はすでに記憶の働きの内部に存在する。悪は記憶の自己関係の内部に、記憶活動の一般的組織の内部に密かに侵入する。記憶は本質上有限である。プラトンは記憶に性という属性を与えることによってそのことを認識している。我々が見たように、プラトンも一切の生ける有機体に対してと同じく、記憶にも限界を割り振る。そもそも限界なき記憶などというものは記憶ではないだろうし、それでは自己への厳然の無限性になってしまうだろう。
したがって記憶はそれが必然的に関係する非現前者を思い出すために既に記号を必要とする。問答法、弁証法の運動がそのことを証言している。かくして記憶はその最初の外、その最初の逮捕者、すなわちヒポムネーシスに汚染されるがままになる。しかし、プラトンが夢見るのは記号なき記憶である。言い換えれば、逮捕なき記憶である。ヒポムネーシスなしき無念明、パラマコンなき無念明。しかも、プラトンがこの夢を見るのは、数学の叡智性の次元における仮説的なものと非仮説的なものとの混同を彼が夢と呼ぶ、まさにその時であり、まさにその理由によるのである。なぜ、逮捕は危険なのか。逮捕はこう言っておければそれ自体としては危険ではない。すなわちそれ自身において一個の事物として、一個の厳然的存在者として提示されうるものである限り危険ではない。その場合、逮捕はむしろ安心を与えるものである。そこでは逮捕は存在しない。あるいは存在者、オンではない。しかしそれはまた単なる非存在者、目、オンでもない。逮捕の滑落は、厳然と不在の単純な二者択一から逮捕を引き抜く。それこそが危険なのだ。そして、類型がオリジナルとして通ることを常に可能にするものなのだ。逮捕という外部が開かれるや、その構造に含有されているのは、逮捕それ自体が類型を押されて、その分身にとって代わられるということ。逮捕の逮捕が可能であり、必然であるということ、これである。必然だというのは、この運動は客観的、経験的な事故ではないからである。この運動は同じものの反復の可能性として、エイドスのイデア性に結びついている。そして、エクリチューラ、プラトンにとって、そして、プラトン以後、この振る舞いの中で自らをそれとして構成する哲学全体にとって、こうした重複、分身化の宿命的連鎖として現れるのである。すなわち、逮捕の逮捕、納期の納期、表彰の表彰といった重複の宿命的連鎖、この序列の最初の項、より正確には最初の構造というべきだが、を吹き飛ばして、その還元不可能性を出現させる必要は今のところまだない。だが、後で我々はそうするだろう。言うまでもなく、音声的エクリチュールの構造と歴史は、記号の重複、記号の記号というエクリチュールの規定において決定的な役割を演じてきた。エクリチュールは音声的シニフィアンのシニフィアンであるというわけだ。音声シニフィアンは活性化した近さの中にあり、無念明あるいは主権の生きた現前の中にあるのに対して、音声シニフィアンを複製し、模倣する初期シニフィアンは一段階そこから遠ざかり、性の外へと落下し、性をそれ自身の外へと連れ出し、カタドラとその分身における眠りへと引きずり込む。ここからこのパルマコンの2つの悪行が生まれてくる。すなわち、パルマコンは記憶を麻痺させるのであり、それが助けになるとしても、それは無念明のためではなく、ヒポムネーシスのためなのである。パルマコンは性をそのオリジナルにおいて、生身において目覚めさせるのではなく、記念碑を復元するのが関の山なのだ。記憶にとっては衰弱のところであり、記憶の外部記号、証拠にとっては治療薬あるいは競争剤なのだ。この証拠という語は、そのギリシャ語が持つ全ての意味をコネクションとして持っている。すなわち、経験的、偶発的、表面的な出来事、一般的に言えば下落あるいは衰弱である。それは一個の指標として、それが参照する等のものと区別されたものである。お前のエクリチュールは証拠しか出すことがないと王はすでに言っていた。我々はこの王から証拠の本質と初期シニフェの本質との乗り越え不可能なサインを思い知らされるのだ。そして、エクリチュールは証拠の次元、証拠という外在性に属するのだと。かくして、エクリチュールは内在的記憶に対して外在的であるにもかかわらず、ヒポムネーシスは記憶ではないにもかかわらず、それでもエクリチュールは記憶に影響を及ぼし、記憶の内部において記憶を魅了し、記憶に催眠術をかける。これはかのパルマコンの効果である。とはいえ、外在的であるエクリチュールは、心的記憶の親密さ、完全無欠に手を触れないはずだとされる。しかしながら、ルソーやソシュールが後にそうすることになるように、プラトンは同じ必然性に屈しながら、とはいえそこに親密さとなものと、意図的なものとの間の他の関係を読むことなく、エクリチュールの外在性とその邪悪な浸透力、最悪のものに影響を及ぼし、それを汚染することができるという力、という議論を維持する。パルマコンはパルマコンなしに済ますことができたと思いたい等のものの内部に、不法侵入によって入るかも危険な逮捕である。現前者は功績の中で証明することで自らを増大させるのであるが、パルマコンの逮捕なしに済ますことができたと思いたいものは、そうした功績によって切り開かれ、暴行され、埋められつつ取って代わられ、保管されるがままになる。しかもこうしたことすべてが同時になされるのである。このような逮捕性を可能にする構造について熟考することなしに、そしてとりわけ、プラトン、ルソー、ソシュールがこの逮捕性を奇妙な推論の中で、虚しく討議をしようとした際に行った還元について熟考することなしに、
逮捕性の論理的矛盾を暴露するだけで満足してしまうならば、かの破れ鍋の推論、フロイトが夢判断で夢の論理を提唱するために呼び出した、まさにあの推論がそこにあることになるだろう。訴訟人はあらゆるチャンスを自分のものにしようとして、矛盾した論拠を積み重ねる。1. あなたに返した鍋は新品である。2. 鍋の穴は私があなたから借りたときにすでに開いていた。3. そもそも私はあなたから鍋を借りていない。同様に1.エスクリチュールは厳密に言って生き生きとした記憶と発話、パロールの外部にあり、それらより戻ったものである。したがって記憶と発話にはエキルチュールの手がついていない。2. エキルチュールは生き生きとした記憶や発話を眠り込ませるがゆえに、そしてまたエキルチュールがなければ無傷なままであるはずの記憶や発話の性そのものにおいてそれらを汚染するがゆえに有害である。エキルチュールがなければ記憶と発話の穴も開かないはずだ。3. そもそも覚書やエキルチュールに頼ったのはそれ自身に価値があるからではない。生きた記憶が有限になるから、すなわち生きた記憶にはエキルチュールがそこに功績を残す以前にすでに穴が開いていたからである。エキルチュールには記憶に因果なる効果も及ぼさない。したがってエキルチュールの意味は無念命とヒポネムネーシスの対立によって司われているわけである。この対立はプラトン哲学における構造上の全ての大きな対立と対極を成しているということが我々の目に明らかになる。したがって、無念命とヒポムネーシスというこの二つの概念の境界で戯れているもの、それは哲学の重大な決定、決断とでも言うべき何か、それによって哲学が自己を確立し、維持し、裏面をも含み込むような、そうした決定、決断である。ところで、無念命とヒポムネーシスとの境界、記憶とその代表との境界は微妙以上のものであり、ほとんど知覚不可能なものである。この境界のどちら側でも反復が起こっている。生き生きとした記憶はエイドスの現伝性を反復するし、真には早期における反復の可能性でもある。真にはエドスあるいはオントスオン、存在的に存在するもの、真に存在するもののベールを、言い換えれば模倣されうるものの、模倣されうるもの、再生産、複製されうるもの、その同一性において反復されるもののベールを剥ぐ。しかし真にのアナムネーシス、早期運動では、反復されるものは反復において自己をそれとして、それがそれであるところのものとして自己を現伝させなければならない。真なるものは反復されており、反復においては反復されたものであり、再現前か表彰において現伝する再現前か表彰されたものである。真なるものは反復において反復するものではない。すなわち記号作用、シニフィカションにおいて記号するもの、シニフィアンではない。真なるものとは、意味される初期、シニフィアンであるエイドスの現伝性なのである。ところで、アナムネーシス、早期の展開である、煩悩法と同じく、覚書の展開である奇弁術もまた、反復の可能性を前提とする。しかし、奇弁術の方は、反復の他方の側に、こう言えるなら他の面に身をはべらす。記号作用の他の方の側に、奇弁術では反復されるもの、それは反復するものであり、模倣するものであり、記号するもの、知に反であり、三元前後するものである。それが再犯すると思われていたところの書物そのものの不在において、必要とあれば機に応じて反復するのであって、心ないし早期による活性化なしに、問答法、弁証法、ディアラクテックの生きた緊張なしに反復するのである。ところで、エキルチュールとは記号するもの、シンフィアンが独力で機械的に自己を反復する可能性そのものだろう。すなわち反復においてシンフィアンを支え、シンフィアンに立ち会い援助するべき生きている魂なしに、言い換えれば、真理がどこにも自己を厳然させることのなしに、シニフィアンが自己を反復する可能性そのものだろう。したがって、奇弁術、ヒポムネーシス、エクリチュールが、哲学、弁証法、アナムネーシス、生き生きとした発話、パロールから分離されるとしたら、それは、シニフィアンとシミフェトの間に子孫する、ある仕様の不可思な、ほとんど無に等しい厚みによってのみであろう。仕様、これはシニフィアン、的な隠喩であり、あるいはむしろシニフィアン的な面から借用された隠喩であるということに注意しよう。なぜなら、裏と表を備える仕様は、まず何よりも、エクリチュールの表面を支えとして告知されるのだから。だが同時に、この仕様の統一性、シニフィアンとシニフィアンとのこうした際の体系の統一性は、奇弁術と哲学との分離不可能性でもあるのではないか。間違いなく、シニフィアとシニフィアンとの際は、それに基づいてプラトン哲学が自己を確立し、奇弁術の自らの対立を規定したところの指導図式である。そのようにして自己を開始した哲学と弁証法は、自らの他者を規定することによって自己を規定するのである。
断絶のうちに潜むこうした深い共犯関係から第一の帰結が生じる。すなわちエクリチュールに反対するパイドロスの論証はイソクラテスあるいはアルキダマスからその資源のすべてを借用することができるのだ。エクリチュールに反対する論証はそうした資源を転調することによって奇弁術の武器を奇弁術自身に対して向け直すのである。プラトンは模倣者たちが模倣するところのものの真理を、すなわち真理それ自体を復元するために模倣者たちを模倣する。実際、現前者、恩の現前性、ウーシアとしての真理のみが、ここでの差別化を可能にする。そして、初期、シンフェと、納期、シンフェの際を司る。あるいは望みなら、それらの際によって司られていると言ってもよい。その差別化の力はいずれにせよ、初期、シンフェと、納期シニフィアンとのこの際から体系上分離不可能のままである。ところでこうした差別化はおのずと微妙なものとなり、最終的には自己の同一性をその完璧でほとんど識別できない分身から分離することしかできないところにまで至る。これはパラマコンの両義的かつ科学的な構造によってその全体が算出される運動である。実際のところどのようにして弁証家は偽装家だとして、見せかけの人間だとして彼が告発するものを偽装するのか。ソフィストたちは一方でプラトンと同じく記憶力を行使せよと忠告していた。しかし我々が見たようにそれは知ることなく語ることができるためであり、判断でなく真理への配慮なく暗唱するためであり、さまざまな記号を与えるためであった。むしろそうした記号を売るためだったと言ってもよい。そうしてこうした記号の経済によってソフィストたちはエクリチュールを自らに禁じる、まさにその時にエクリチュールの人間なのである。しかし対照的な転調の効果によってプラトンもまたエクリチュールの人間ではないのか。単に彼が確定だからという、エクリチュールに頼らなくては、問答法、弁証法とは何かを証明することが、事実上も権利上もできないからという、そうした理由からだけからではない。後ではっきりさせるが、これは凡庸な論拠である。また同じものの反復がアナムネシスにおいて必要だと、プラトンが判断しているからという、それだけの理由からでもない。プラトンはエクリチュールを類型、タイプにおける書き込みとして必要不可欠なものとして判断してもいるからだ。ティポスは、初期の刻印にも、半径としてのエイドスにも、どちらにも等しく妥当して用いられているということは、注目に値する。多くの例があるが、中でも国家第3巻、402D。この必然性は、まず何よりも法の領域に属するものであり、法律において立てられている。そのケースでは、エクリチュールの不動の石化した同一性は、無言で愚かな見せかけとして、神兵としての法や定められた規則に後から加えられた付け足しなのではない。それは一種の守衛としての警備によって法や規則の恒久性と同一性を補助するものである。法の別種の守衛であるエクリチュールは法というあの次元対象に心よくまで必要な時にはいくつでも立ち返れる手段を我々に保障する。そのようにして法は探求され問いかけられ参照されることができるのであって、その同一性を変質させられることなく語ることができるのだ。これこそは全く同一の言葉。でもって語られたパイドロスにおけるソクラテスの言説の裏面、多面である。クレイニアス。それに英知を伴う立法にとって、それ以上大きな助けは見つけられないでしょう。というのも、法の初期定は一旦エクリチュールに預けられるといささかも動かないものとなるので、来るべきいつの時代も説明を行う用意があるようになるからです。また、そのような初期定が最初は理解しがたいものであっても心配する必要はありません。というのも物分かりの悪い人間でも何度でも立ち返ってそれを調べてみることができるからです。またたとえ長ったらしくても、それらが有益であれば心配することはないのです。誰であれこうした論証に力の限りを尽くして参加しないのは全く道理に合わないし、経験のことでもないと私には思われるのです。第10巻。ここでもやはり一般に認められている翻訳、ここではディエスの訳を引用するが、我々にとって興味深いと思われる場合には、重要なギリシア語を挿入し、翻訳効果を感知できるようにしておく。書かれた法と書かれていない法との関係には特に第7巻を見よ。強調したギリシャ語がよく示しているように法の初期定はエクリチュールにおいてしか立てられない。立法は初期的なのだ。立法者は一種の確定である。そして裁判官は一種の読者である。第12巻を見よ。公正に正義を守ろうと望む裁判官ならば、そうした事例のすべてにしっかりと目を向けていなければなりません。またそうした事柄を勉強するためにそれらについて書かれた書物を手に入れなければなりません。というのもあらゆる学問の中でも法律に関する学問こそが法律がきちんと作られたものでさえあれば学ぶ者の精神を最も高める学問だからです。逆にこれは対照的ということだが、習字学教師たちはエクリチュールを判決へと翻訳するのにプラトンを待つ必要はなかったわけだ。
イソクラテスにとって、アルキダマスにとって、ロゴスは一種の生き物であり、その豊かさ、活力、しなやかさ、軽やかさは、書かれた記号の主体のごとき硬直性によって限界づけられ、拘束されている。類型というものは、現在の状況の絶えず変化するデータ、すなわち状況のその都度の唯一性や代替不可能性に、必要な繊細さで適用するわけではない。現前性イコール現在性が存在者の一般形態であるとしても、現前者、現在者は常に違うものである。ところで書かれたものは、それが自らを反復するものであり、類型において自己同一的に留まるものである限りで、すべての方向、意味に身を頼めるわけではないし、現在者たちの所作に従いもしなければ、魂の誘導法の変わりやすく流動的な束の間の地を要請に従うこともない。それとは反対に話す者は前もって決められたどんな図式にも従わない。話す者は自らの職業をもっと上手に導く。話す者はその時々の所要性に応じて求められた効果の性質に応じて、対話者から差し出された手がかりに応じて記号の調子を変えたり屈折させたり、記号を引き止めたり放ったりするためにそこに存在する。行為によって作用を及ぼす者は自らの記号が働くその場に立ち会い、記号を援助することによってたやすく弟子の魂の中に入り込み、そこに常に単独的な諸効果を生み出しては、あたかも自分がその魂の中に住んでいるかのように自分の意図したところへと導くのである。したがってソビストがエクリチュールを非難するのはその邪悪な暴力のためではなく、息切れした無能力のためなのである。このメシータ奉仕者、その不器用で取り留めのない動きに対して、アッティカ学派、ゴリギアス、イソクラテス、アルキダマスは、大いなる主人にして大いなる権力である生きたロゴスの力を対峙する。ロゴスは大いなる君主であるとゴルギアスはヘレネ霊さんで言う。パロールの王権はエクリチュールの王権よりも暴力的であり得るし、その侵入はエクリチュール以上に奥深くに達し、エクリチュール以上にキャンツー力を持ち多種多様で確実である。最初のものよりうまく話すことのできないもののみがエクリチュールの中に亡命するのである。アルキダマスは言説を書く者たちについてとソフィストたちについてという論の中でこのことを指摘している。強力なパロールのための慰め、埋め合わせ、治療薬としてのエクリチュール。このような類似点にもかかわらず、修辞学教師たちにおいてはパイドロスとは違ってエクリチュールの断罪は始まらない。書かれたものが軽蔑されているのは、それが記憶と真理を腐敗させにやってくるパラマコンだからではない。ロゴスの方がもっと有効なパラマコンだからである。ゴルギアスははっきりパラマコンと言っている。ロゴスはパラマコンとして良いものであると同時に悪しきものである。ロゴスは最初から善と真理によって司られているのではない。ゴルギアスは真理の世界、構造である秩序であれとして、すなわち、ロゴスの接合として規定するが、それはロゴスのこうした両義性と神秘的な非規定性の内部においてのみであり、またこの両義性が認識された暁においてなのである。確かにゴルギアスはこの規定によってプラトンの振る舞いを告している。だがその規定以前のところで我々はパルマコンの両義的で非規定的な空間の中にいるのであり、すなわちロゴスの内部にあって潜在力にとどまるもの、潜在体にとどまるもの、未だ知の透明な言語ではないものの空間の中にいるのである。このようにして開かれた歴史の後に続く、この歴史にまさに依存する諸範疇、すなわち決定後の決定に従う諸範疇の中でパラマコンを捉え直すことが許されるならば、ここで生きたロゴスの非合理性ということを語らねばならず、生きたロゴスの魅了する力、メデューサ的な魅惑の力、ロゴスを魔法や魔術と縁続きにする錬金術的な変容の力、そうした力について語らなければならないところである。魂の誘導法、これらこそ、最も恐るべきパラマコンである、発はパロールの所作と虚釈である。エレネ霊さんの中でゴルギアスは、言説の力を形容するのに、これらの単語を用いている。発はパロールを介して、神々から吹き込まれた魔法は喜びをもたらし、悲哀を連れ帰る。魂が思考するところとやがて一体となることによって、魔法の力は魂を誘惑し、魅惑によって魂を説得し変化させる。魔術と魅惑の2つの術は、魂を惑わせ、世論を欺くために発見された。若くはなかったヘレンでは、ある魔法の言葉が、誘惑と同様の暴力でもって襲ったかもしれないということを一体何が妨げるだろうか。魂を説得するパロール、魂が説得した言葉、それは語られた事物に従うようにと、そして進行中の事態に同意するようにと、魂を拘束する。説得した男は、彼が拘束した限りにおいて間違っている。そして説得された女がパロールによって拘束された限りにおいて、彼女がの席に来される悪は全く無根拠である。説得の誘弁術は、侵入の誘拐の内的誘惑の不可思な拉致の権力である。それは人目を忍ぶ力そのものである。だがヘレネが初はパロールの暴力に屈した。文字だったら彼女は屈しただろうか。
ことを示しながら、またこの犠牲者に無罪を言い渡しながら、ゴルギアスはロゴスをその虚言の力において告発する。彼は言説に論理を与えることによって、かくも評判の悪い女性に対する告発と縁を切ると同時に、彼女を非難する者たちが間違っていることを証明することによって、言い換えれば真理を示すことによって無知に終止を打つことを望む。しかしコスモスと真理の秩序によって支配され飼いならされる以前に、ロゴスは野生の生き物であり、猟奇的な動物性である。その魔法の力、薬物的な力はこの両面性に由来する。そこからこの魔法のこと力は言葉、パロールというわずかな事物には不釣り合いだという議論にもなる。彼女を説得し、彼女の魂を欺いたのが言葉、パロールであるとしても、この点で次のように言って彼女を擁護し、告発の土台を崩すこともまた困難である。すなわち言葉は大きな権力を行使するのだと。それはほんのわずかな事物であり、全然目につかないものであるのに、神のごとき仕業を達成するのだと。というのも言葉は恐怖を鎮め、悲哀を遠ざけることができるし、喜びを生まれさせ、憐れみを増大させるからである。現実によって魂の中に入り込む説得、これこそパルマコンであり、ゴルギアスが用いる名である。現実の力と魂の配置との関係は、薬物の配置と身体の関係、性質との関係と同じ関係である。ある種の薬物は身体から体液を排出するが、そうした薬物には病気を終わらせるものもあれば生命を終わらせるものもある。それと同じように現実にも人を苦しませるものもあれば喜ばせるものもある。人を恐怖に陥れるものもあれば勇気づけるものもある。また悪しき説得力によって魂を薬漬けにし、魂を自爆するものもある。途中で次のことに気がついてしまっただろう。すなわちロゴス魂関係とパラマコン身体関係との間、アナロジーそれ自体がロゴスとして支持されていると。関係という名は諸行の中の一つと同じものなのである。パラマコンはロゴスの構造の中で理解されている。ロゴスの構造の中に包含されている。この理解包含は一つの支配であり、一つの決定決断である。5. 呪術師、パルマケウス。実際のところ、いかなる悪も我々を傷つけないのであれば、我々はもはや助けを必要としなくなるだろうし、善を我々にとって貴重で大切なものにしていたのは悪だったということが明らかになるだろう。なぜなら善は悪という病の治療薬だからだ。だが病が除去された以上、治療薬はもはや対象を持たない。善についても事情は同じだろうか。それが真実のように思われますと彼は言った。呪術。しかしそうなると、そしてロゴスがすでにして侵入力の強い大捕だとすれば、書かない人ソクラテスはパラマコンの巨匠でもあるのではないか。さらにそのことによってソクラテスはソフィストに見まがうことに似ているのではないか。パラマケース、呪術師に、魔術師に、魔法使いに、さらには毒薬使いに、さらにはゴルギアスが告発した詐欺師にさえ似ているのではないか。こうした共犯性の意図はほとんど解き起こすことが不可能なほど錯綜している。ソクラテスはプラトンの対話編の中でパラマケースの顔を持つことがしばしばある。このパーマケースという名はディオテマによってエロスに与えられたものだ。だがこのエロスの肖像のもとにソクラテスの特徴を見ずにいられない。あたかもディオテマはソクラテスを眺めながらソクラテスの肖像をソクラテス自身に提示しているかのようである。エロスは金持ちでも美しくも繊細でもなく、哲学をすることで生を過ごしている。それは恐るべき魔法使い貧しいソフィストである。どんな論理によっても無矛盾の定義の中に引き止めておけない個人、また神でも人間でもなく、不死のものでも死すべきものでもなく、生きているのでも死んでいるのでもない。そのような悪魔族の個人であるエルスは、占い全般を奔放に飛び出させるばかりでなく、呪文や予言一般、そして魔術といった、生贄と非現実に関わる鎮観たちの技術をも主張させる力を持つ。そして同じ大半の中でアガタンはソクラテスに対して、ソクラテスが彼に魔法をかけようとし、彼に呪いをかけようとしていると非難をしていた。ディオテマによるエロスの肖像はこのトンコ法とアルキビアデスが描くソクラテスの肖像のとの間に位置する。アルキビアデスはソクラテスの魔術が道具を介さないロゴスによって付属品のない行為によってサテロス族であるマルシュアスの笛を使わない行為によって作用すると指摘している。私は笛器ではないとあなたは言うでしょう。でもあなたは今話題になっているものマルシュアスよりもはるかに優れた笛吹きです。マルシュアスは彼の口から発する力によって人間たちに魔法をかけるのに道具を必要としていました。そのメロディーは人を神がかりにする唯一のメロディーです。またそのメロディーそのものが神的なものでもあるので、神々と非伝授の必要を感じる人間たちはそのメロディーによって啓示を受けるのです。あなたもマルシュアスと同じです。唯一の違いはあなたが道具なしで、付属品なしの言葉、パロールによって同じ効果を生み出す点です。期間なきこの裸の声の侵入を防ぐことができるのは、オデッセウスが精霊たちから逃れた時のように耳に詰め物をすることによってのみである。
ソクラテスのパラマコンは毒としても毒舌としてもマムシの噛みつきとしても作用する。 そしてソクラテスの人神はマムシのそれよりも立ちが悪いというのもその痕跡は魂を侵略するからだ。いずれにしろソクラテスの言葉パロールと有毒の水薬とに共通するのはどちらも魂と身体の最奥部までに浸透しそれらを占領してしまう点である。この奇跡をなす者魔術師の悪魔的な言葉は哲学的なマニアとディオネス的な興奮へと人を引きずり込む。そしてソクラテスの薬物的妖術はそれがマムシの毒として作用しないときには一種の麻痺状態を引き起こすのであり、レピシエの放電のごとく、シビレエの放電のごとく、アポリアの中で人をしびれさせ麻痺させる。メノン、ソクラテスよ。私は君に会う前から君やあらゆるところに難問を見つけ、他人にも難問を見つけさせることしかしていないと噂で知った。今やよくわかった。私にはわからない魔術と薬物によって、君の呪文によって、私は魔法にかけられてしまい、頭の中は疑いでいっぱいだ。君が冗談を許してくれるなら、君はその姿からしても他の点からしても、シビレエイと呼ばれる、あの魚にそっくりだと言いたいところだ。このシビレエイは近づいて触れるものなら誰でもすぐしびれさせてしまう。君は似たような効果を私に感じさせた。そう、私は体も心もしびれてしまい、君に答えることができない。君はここから出て後悔も旅をもしようとしないのは正解で、外国の街だったらこのような振る舞いをする者はすぐさま魔法使いとして捕らえられてしまうところだ。魔法使いとして逮捕されるソクラテス。もう少し辛抱しよう。ソクラテスのパラマコンをソフィストのパラマコンに絶えず関係させる、こうしたアナロジー。そうして両者を釣り合わせることによって、ソクラテスのパラマコンをソフィストのパラマコンへと際限なく遡らせるこのアナロジーは一体どうなっているのか。アイロニーはソフィストの魔法を解消することにあるのではない。すなわち隠れた実態、ないし隠れた権力を分析と問いによって解体することにあるのではない。アイロニーは透明な理性と無垢のロゴスの頑固な神経から、パラマケウス、魔術師のペテン師としての自信を揺るがすことにあるのではない。ソクラテスのアイロニーはあるパラマコンを別のパラマコンとの接触へと投げ込むのだ。いや、むしろパラマコンへの権力を転覆させ、パラマコンの表面を裏返す、反転させると言った方がよい。そのようにしてソクラテスのアイロニーは、パラマコンの固有性がある種の不定性に、ある種の非固有性に依存するということ、すなわち自己自身に対する反転を常に可能にする自己との非同一性に依存するということ、このことを効果としてもたらし、このことを確認し、その日付を入れるのである。パラマコンを分類整理することによって、この反転においてかけられているのは学知と死の問題である。これらはパラマコンの行動において同じ一つの類型へと預けられている。パラマコンは待ち受けなくてはならないあの水薬の比類なき名である。そしてその水薬がソクラテスのように当然受け取らなければならないものなのだ。